日本放送です。ナイツザ・ラディオショー、時刻はお昼の1時を回りました。高田先生、乾きみこさん、お疲れ様でした。日本放送機の皆さん、こんにちは。ナイツの土屋伸之です。はい、花輪伸之です。水曜パートナーのメープル超合金安藤夏です。ナイツザラジオショー、本日もよろしくお願いいたします、うん、はい、よろしくお願いします。ね、座長、昨日お疲れ様でした、うん、ありがとうございました。今日なっちゃん今日来てくれるということで、よろしいでしょうか。楽しみにしてください、本当に。楽しみ。楽しみ。公演の初日が終わって、はい、明日が、今日が千秋楽か。ね、でもなんか、八嶋さん、八嶋智人さん、八嶋智人さんいまして、客席に。客席に。マギーさんと一緒に。マギーさんと。のマギーさんと。はい、それで八嶋さんが、はい、終わった後、うん、裏に来てくれて、うん、それで、二日落ちって言葉があるから気をつけてくださいねって言って、二日目に、要するにダメになるっていうのがあるみたい。初日が良くてね。良くて。二日目、ちょっと気抜いちゃってダメになる。とか、はい、だけど、その方が俺たちはいいから、何をそっか、劇団スティックは二日落ちの方がいいのか。何をもって良い公演なのかがね、またちょっと違うんでね。劇団スティックの場合は。でも何日か公演の二日落ちですもんね。でも普通そうだね。二日しかないからね。二日落ちって、二日目で緊張感ないの意味わかんないけどね。千秋楽ですか。千秋楽。何日も続くから二日目緊張感なくなる。そうなんですよ。それの。二日間しかない二日目、緊張感なくしちゃダメだろ。初日落ちでしたけど。初日はなんかハプニングがあった。初日はね、やっぱり、リハーサルで何度も、注意して、注意したというか、自分が、もう僕がミスなんですけど、うん、とにかく今日も絶対になんとか頑張ろうと思うんだけど、まずその、ミュージカルをやってるっていう、とこがもう自分で笑ってきちゃって、初めもう笑ったの。この、現象に笑ってたな。現象にちょっと笑っちゃった。花田さんが、たびたびね、笑っちゃってたの。ダメなんだよね。笑っちゃうんだよ。もう本当。何やってんだろうって思っちゃダメなんですよね。一人一人にね、一人一人にツボがあるのね。だから、なんとなく、この人が出てきた時にこの人が笑っちゃうとか、なんかそれがもう稽古で分かってきたの。うん、だから思い出すんだ、イザベラさんが出た時に必ず、ハガちゃんが笑っちゃうとか。それぞれがツボだったりするんだ。それぞれが、それ、なんで、俺は全然面白くないのに、なんで笑うのさ。いや、僕もうなんか、顔が、あの人の顔見るとよくできるな。絶対笑っちゃうんですよ。よくそんな感じの。言うのがあるんだけど、俺は、関係性でできるな。その、総評としてまず面白いのと、やっぱり、インタレスティングたけしが横で踊ってるから、俺も。いや、インタケ、インタケすごかったよ。インタケ、インタケ、たぶんインタケはね、まあいろいろあったじゃん、水曜日のダウンタウンとかさ、京都喫音のね、協会から笑うなとかいろいろあって、多分そういうのもあるから、ちょっとお客さんも、なんか少し、なんかあれどうしていいか分かんなかったんだけど、もう笑うだろ。いや、笑うよ。インタケ笑うだろ。めちゃくちゃ面白かった。インタケめちゃくちゃ面白い。めっちゃ面白いですよ。お芝居やってるのがもう面白いよ、やっぱり。だけどさ、なんかその、インタケがさ、その、まださ、その、滑舌悪いとか、そういうとこだったら、俺は許すよ。あいつさ、ネタ飛ばすんだよ。で、昨日も一個飛ばして、それで俺がやばいってなったとこもあったんだけど、あと、一番ね、一番俺も、それはダメだよって言ったんだけど、奥寺っていう役なのね、インタケが。最後に、奥寺さんが、なんかあるんですかとかっていうとこがあるわけよ、最後。結構いい見せ場なんだけど、さあ、あいつがなんか、奥村です。言ってた。奥村って言ってたよ、それはダメじゃん。それもう、覚えてないってことだよ。飛ばすとかじゃないですよね。俺ちっちゃい声で、奥寺って言った。奥寺です。みんな、それはさ、その滑舌とかの問題じゃないから。そうですね。うん。それは終わった後、ちょっとインタケマジであれば、ちゃんと読んでいてねって言ったけどね。そういうのがまあ、多いんですけど。修正したのはどこを修正したの？修正したのは、終わった後に、あ、そう、だから見に来てくれたのが、まあ、亀梨くんがまず来たからね。まあ、そうそう、やっぱ来てくれたんですね。亀梨くんが、後輩連れて、美少年のね。めちゃくちゃ背高い、なんかかっこよかったでしょ。イケメンがいるなと思ったら。めっちゃかっこよかった。箱押しですよね、亀梨くんは。きっと。劇団スティックの。スティックの箱押しですね。劇団スティックの箱押し。箱押しとかないだろ、誰押しなんですか？え？誰押しなんですか？箱？劇団スティックの箱押しよ。箱押し。大好き。去年、マツコ会議って番組で劇団スティックがちょっと特集されてるのをたまたまテレビで見ていて、
もうものすごい面白かったと。そのマツコ会議2回見たと。でもう絶対に行きますと。っていうのを去年、あの、拓郎さんの別荘でお会いした時に言って、それでそこで LINE 交換していただいて、もうそんなのは冗談だと思ってましたよ。そしたら、あの、劇団スティックの公演、あの、行きたいんですけどって、あの、言われたから、ちょっと押さえときますって言って、9日と10日、どっちでもいいですよって言ってたの。そしたら、あの、やっぱり1ヶ月ぐらい前に、ちょっとやっぱりどうしても難しいみたいなんで、って、まあ、大奥も出てたし、それこそ昨日ディスティニーってドラマも夜9時から始まってましたからね。昨日ね。石原さとみさんのやつも。だから、それはもう当然そうだろうなと思って、もう全然またなんか、あの、アーカイブとかでね、あの、送りますんで、みたいに言ってたら、1週間ぐらい前に、行けますって来た。2枚お願いしますって来て、それで昨日来てくれたわけよ。すごい。して、そしたらなんか、他の、やっぱファンの人がいるから、あの、神梨さんってなんか明日東京ドームとかさ、あ、そうですね、あの、明日カトゥーン東京ドームいやえみたいな。東京ドームだってコンサートリハーサル、あ、リハーサルだったんですけど、なんか調整してきましたって。いや、やば。スティックのために。調整して。もう大丈夫になったから、調整できたんで、とかって。マジで、東京ドームの方に収集してくんないからな、って。劇団スティックに表示を合わせるのやばくないですか？前に、ツノハズホール来るの？ツノハズ。今日のわかんないですけど、カトゥーンのライブ、ちょっと棒になっちゃってる。皆さん、お越しいただきました。そんな影響受けた。でも憧れるものに影響されますからね。インスパイアされちゃったかな。昨日夜すごい遅く帰ったんだけど、ちゃんとディスティニー拝見しようと思ったら、うまいうまい。いや、みんな、みんなうまいうまい。いや、それ。演技うまいなと思って。いや、そうね。来てたからね。来てくれた。来てて、矢島のりとさん来て、あとマギーさん。今回少し見てくれたから、稽古も。ジョビジョバの。で、マギーさん来て、あと水森かおりさん。来てくれたのよ。それで、なんかさ、俺もさ、そういう風習よくわかんないんだけど、八嶋さんから、明日、前日にね、明日劇団スティック見に行きますと。終わった後食事はどうしますかみたいな感じ来てたから、ちょっと、なんかよくわかんなかったの。その、間違えてんのかなと思って、だって、お客さんと一緒にご飯食べ行くってよくわかんないから、で、打ち上げも初日に、なんかやるってイメージないじゃん。なんか二日目に。まあ今日やる。今日やるイメージじゃん。だから、なんかわかんなくて、俺、電話しちゃったの、なんかあれですかね、どういうことですかねって。あ、そっか、だから、お芝居の人だと、必ず公演ごとに飯行くから、僕見に行ってるから、よかったらご飯っていうことだったんですよ。お客さんと一緒に行くんだ。結構行くんだ。へぇ、あ、そうなんですか、じゃあぜひ行きたいですってなって、じゃあ他に来る人いるから何か誘っていいですかって言って、あ、いいですよ、つって、あとじゃあ、マギーさんと水森さんも誘います、つって、あと脚本の小川さんも、5人で、ちょっとじゃあ店取ります、つって、で、昨日、行ったんだけど、マギーさんにそれをね、八嶋さんとね、明日ご飯行くんで、マギーさんはどうですかって来たら、もう、あ、全然行きたいです。ただ、もう八嶋さん多分ずっと喋ってると思いますよ。めちゃくちゃ八嶋さんで喋るから、みたいな感じで。で、まあ、水森さんと5人で行って、その水森さんは2人とも初対面だったらしくて、また水森さんいい人だから、もうずっとその、ニコ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 しながら話を聞くんだけど、何よりも、そのマギーさんと八嶋さんが、劇団スティックの魚に美味しそうに酒飲んでんのよ。なんかそれがすっごい俺は嬉しくて、とにかく、なんかもう。ずっと感想言ってるんだ。感想を言って、こんなに、もう最高だったよな、マギーとかつって。いや、八嶋さん。あの時の気持ち思い出したでしょとかなんか言ってんの。あの時やっぱりね、演劇っていうのはね、とか、八嶋さんも、昔ね、ロシアかな一回棒読みするっていうね、そういう時期があったわけとかって、なんかそっから、ロシアでなんか一回演劇を、もう一回自分を捨てて、棒立ちで棒読みをするっていう文化の時が、一回あった。演劇の歴史。歴史になって。それ以来だみたいな話してます。すごいな。し始めて。でも、ギャグじゃないのよ。それもマギーさんも真剣に、ああ、そうですよね。みたいな感じで、ずっと、なんか喋ってて、そこでマギーさんから、どうでしたかって、本当に言ってください。って言ったら、まあ、こことここは、あれかなみたいなとこを。一応あると思ってた。言ってくれて。アドバイス。そしたら、なんか、八嶋さんは、いや、まあまあ、八嶋さんだけが、お酒飲んでて、他みんな飲んでなかったんだけど、すごい一人で、やっぱり、ペース早くて、あ、マギ、それは言っちゃダメだよ。それはもう、
花さんの直接酔っ払ってガンガンとかつって言ってたんだけど、なんか八嶋さんもだんだんこう2時間ぐらい来ると、うん、あのね、あの花さんはねちょっと、うん、あのちょっと格好よく見せようとしてる。え、俺ですか？格好よく見せようとしてる。ちょっと俺思ったとかつって、花さんへのダメ出しはあるんだ。でね、うん、俺が昨日着てたね、うん、俺サラリーマンの役なんだけど、スーツが、うんうん、あの漫才の時に着る黒いスーツだったの、うん、でだから要するにナイツの花輪に見えるわけよ、サラリーマンっていうのは普段の格好だ、普段の、普段の漫才の、だから割とシュッとしたやつなの、はい、それを俺も、はい、あの脚光の演出の小川さんとかに、うん、もうちょっとなんかサラリーマンっぽいやつがいいですかねって言ったら、まああんまり気にしなんないと思うけどなみたいなこと言ってたら、うん、やっぱそこがちょっと気になって、なるほど、で俺もちょっと思ってたからすげえなと思って、あとあの上履きをねみんな履くんだけど、花さん上履きが綺麗すぎる、ああ、なるほど、汚せないとダメだっつって、だからあのスーツに白いスニーカーだから、なんかすごいちゃんとした人に見えちゃったんだっていうのを、すげえちゃんとしたアドバイスをいただいて、だから途中から俺も、メモっていいですかみたいな。でさ、マギーさんも、あとはね、うんかっつって、いろいろ言うのよ。それで、その後に、今後のね、結局劇団スティックなのことなんですけど、うん、とかって二人で、うん、スティックさを、うまくなった方がいいのかこのままでいいのか、いやいやいや。いやいやいや。激論みたいな話だ。今後のテーマ。いや、その身内みたいになってる。スティック側の、スティック側の方になって。今後の運営について語りかけどうすかね、そのまま棒なのか。そのまま棒なのか。方向性がね。そう。で、ミュージカルで、うん、ミュージカルっていうのは、すごくいい合ってたと。いいと。それなんでミュージカルが良かったかっていうと、あの振り付けの時にみんなが揃えるから、その努力してるっていう成果が見えると。そうね。マギーさん、稽古ちゃんとしてるんだと。あれ、一番ダメなのは、練習もしない、稽古もしない、それで棒読み。そんなのお金払う価値はないよ、みたいな。だけど、ちゃんと芝居や、あの、上で、練習した上で、上で、下手って言うだから、ね、あれは素晴らしかったと。そこがいいところ、ね。それが去年と違ってミュージカルのよいいとこだったから、マギーさんはこれももしあったミュージカルっていうのは定番にした方がいいんじゃないか。だから、八嶋さんが、でもマギーさん、マギーさん、それでもさ、結局さ、演劇ってさ、あの、やっぱりこう パターン、決まっていく方がいいパターンもあるけど、決まらないでやっていく。その逆にね、それ決まっちゃうと、今度ミュージカルどんどん上手くなんなきゃいけない、上手くなんなきゃいけないっていうことでみんながプレッシャーになって、行くこともあるよねみたいな話したら、確かにそうですね。そこまで考えない。そこまで考えなくていい。そこまで考えなくていい。とりあえず、ちょっとあの、そんなにあの、みんな、プロたちじゃないんで。そこまで考えさせなくていいよ、そんなの。劇団スティックがプロを動かしてる。だからこんなに美味しいお酒飲むの久しぶりだよ。なんか酒進むんだ。酒進むのよ。で、あの、やっぱり水森さんが入ってこれないから、やっぱりそこも、あの、マギーさんが、あの、うまいんだよね、こう、マギーさんとか、やっぱ二人もさ、この、司会とかうまいじゃん。だから二人が、水森さんもいい時に水森さん、ね、やっぱ演歌もそうでしょ、とかつって。振ってくれる。あの、演歌もね、そうなんですよね、とかって、そこからまたも盛り上がって、それで、なんか、いろいろ言ったらマギーさんが、やっぱり劇団スティックってね、彼女が作った料理みたいなもんなんだよね。どういうことですかさ。彼女が作った料理ってさ、やっぱまずいって言えないじゃん。だから、原さんが作った世界観を、俺は、まずいです。これを、レシピを変えちゃうってことは絶対しちゃダメだと思う。だけど、器を変えるアドバイスは多分できる。ここから、今回そうさせていただきました。とかって言ってたから、マギさん、それ、明日のラジオで喋っていいですかって言ったらさ、八嶋さんが、それ俺が言ってたことにしてくれないって。手柄いい例えだったから彼女の料理だ。わかりやすい。でも、まずいはまずいんだよ。まずい。まずいはまずいんだよ。まずい。言いづらいってだけだったの。でも、あの、ジョビジョバと、そうね。ね、あの、カムカムミニキーナだっけ。八嶋さんのね。八嶋さんの劇団。劇団あるじゃないですか。あれももう、八嶋さんが。主催してたりね、その、演出してる人たちだから。八嶋さんがちょっと先輩で。それで、昔ね、その八嶋さんの芝居に、なんか昔すっごいなんか喧嘩したことあったらしい。マギーさんと八嶋さんが？そう。マギーさんが、あの、すごいなんか尖ってた時期があって本人も言ってたんだけど、なんかいろんな
劇団見に行ってはアンケートを結構酷評して、うん、それでなんかマギジョビジョアのマギだって書いて、うん、それを八嶋さんが読んで、なんだこいつって思って、だからそういう時期ってあって、うん、そのもっと昔に言うと他の劇団の時に、うんうん、あの嫌がらせで、うん、あの途中で音鳴らしたりとか、そういうもうすっごい昔そういう時代があったんだって。尖り方がすごい。そうそう、そのもう全然前だよ。そういう歴史があったから、やっぱりそういうものなんだよねみたいな話してて、でマギー、うん、ああでもそういう時期ありましたねみたいな話して、ずっとそれで今同じ事務所だからすごいもちろん仲良くて、ぶつかり合った2人が劇団スティックを見て一緒にこう語り合ってるわけです。でもほとんどやっぱ八嶋さんがあのまま、あのドラマのまんまだから、あのすっごい明るくて、八嶋無双だよね。八嶋無双。それであの八嶋さんがな、ちょっと悩んでたのが、あのやっぱりドラマが始まるとさ、あの人やっぱりすごいね、もうみんな仲良くなりたいから、LINE グループをね、みんなで作るんだって。例えばなんとか。ドラマの出演者たちを。したら、それをなんか終わるときにね、なんかやっぱり、同調圧力になっちゃうから、やっぱ消さなきゃいけないんだけど、なんかそれがすごく、なんか寂しい、寂しくて、みたいなことを言うんだけど、でも、LINE とかを、ああいうお芝居とか、LINE グループ使った時に、こうやった時に、あの、本当に若い子ってあんまり反応しないよねって話をしてて、それなんか俺も統括会とかさ、LINE グループあるんだけど、だいたい岩井ジョニオさんとさ、安倍貞夫さんとさ、がやり取りしてんのよ、うん、その時に全然あの四千頭身の続きとか反応ないわけで、だからちょっとそういうのってやっぱあるんじゃないですか。今の若い子ってあんま LINE みたいにね、あそうなんだみたいな、それ寂しいよねとかつって、でまあ俺がやっぱ芝居の宣伝もめっちゃするから、うん、そういうのもあんのかもしんないなみたいな話してて、それで、まあ、とにかくずっと喋ってんのよ八嶋さんが、ずっとそういう話してて、八嶋さんがトイレに行くたびに、マギーさんが、うん、ね、だから八嶋さんすごい喋るでしょとかつって、そうね、すごいでしょあの人とかって、で、また戻ってきて、おわ、なんか俺の悪口言ってなかったみたいな。そういう関係性もいいよね。関係性で、で、終わった後、あの、俺が車だったから、あの、どうしますじゃあ、乗せていきましょうかつって、脚本家の小川さんが、俺家の方向一緒なのよ。ただマギーさんの自宅もちょっと方向が一緒だったから、あ、じゃあマギーさんも一緒に車乗ってきますあ、いいんですかって乗ってったら、八嶋さんも、うん、俺も乗せてよ。で、方向一緒ですかって言ったら、まあ遠回りなんだけど、いけないことはない。やっぱり楽しかった。まだ話したい。帰りたくない。まだ帰りたくない。解散が寂しい。わかる。で、車の中で、またずっと喋ってさ。で、どこで降ろせばいいんですか？じゃあここら辺で、つって。で、降ろして、降ろすじゃん。さあ、降ろした時に、コン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 つって、俺の悪口言うな。マジですっごい面白くて、それが。それで、ブーって、ちょっと信号で止まったんだよ。それで、マギーさんが早速さ、あの人ずっと喋るよな。とかって言ってたらさ、そこの窓のとこに足場さんがいるとか、俺の悪口言ってたろって。いや、ちょっとコメディのドラマだよ。めっちゃ面白かったよ。やっぱ面白い。ドラマだよね、本当に。大原の交差点のそこで。大原ね。あんなでかい子で。あんなでかい子で。まんまだもんね、キャラが。まんまだもんね。俺の話してた？これ。目ギョロッとさせて。寂しかったんでしょうね。お別れする。いや、最高だったね。面白い。いいね。いや、よく来ていただけたよね、ほんとね。本当にそうですよ。すごいですね。びっくりしましたよ、劇団スティック。スティックね。でさ、そのさ、昨日見に来ていただいたと思うんですけど、まあまあさ、まあ、噛む人とかさ、いるじゃないですか。はいはい。で、スキンヘッドの人いるじゃん。はい。あの人、先生役の先生、あの人噛むじゃん。噛む。去年も噛むじゃん。あの人がさ、でも、うまいよね。ちゃんとお芝居になってる。お芝居はしてるでしょ、でさ、あの人がさ、あの人劇団員なんだよ。だからもっと。やってる人なんだよ。だから多分他の人とちょっと違うっていうのは絶対にあるのね。自分の中で。ご本人の中で。で、多分練習をすごく、してるっていうのを、多分あんまり、なんか見せたくないのか、なんかわかんないんだけど、なんかこう、頭にさ、なんかこう変な装置みたいにつけて、装置それでなんか歩いてるから、それ何ですか骨伝導で。え骨伝導で、なんか。セリフを聞いてる。セリフを聞いてるんだって。
だからそういうのあるんだと思って、それが俺、そっち楽屋でなんか、頭になんかイヤホンみたいな。イヤホンすればいいじゃん。で、それが、恥ずかしいの。そうするとなんか、会話が聞こえない。会話聞こえないからね。ずっと頭に、ちっちゃいなんか、なんだ、カチューシャみたいなイヤホンつけながら、やってて、俺すっげえおかしくて。すごい。スキンヘッドだから、髪の毛が隠せないの。じゃん、そうか。うん。それで、やっぱ骨伝導で、とかさ。やってんだと思ってさ。すごいっすね。笑っちゃったよ、本当に。ずっとじゃあ会話しながらも、セリフが骨を通して聞こえてるってことですか？そう。でもそんなに大きなミスはなかった。大きなミスはないです。基本的に昨日は、ほとんどないです。インタケがだから一個。奥村ですって言っただけ？その前に、俺との絡みの時に早く、ずいぶん先のやつを早く言っちゃったから、俺も焦っちゃって、あれ、やべ、どこかこれ飛ばさなきゃいけないなと思って、テンパっちゃった。そういうミスは多分気づかない、ね。気づかないね。見てて、ね、そのインタケの滑舌とか、やっぱりそのね、そういう方に行くから。インタケって滑舌だけマークしとけばいいと思ってたね、こっちは。だけど、その飛ばすっていうのは、ちょっと想定外だった。ノーマークだった。そういうのは完璧にやる。違う能力持ってた。やるもんだと。面白い。いや、インタケ面白いですよね。インタケ面白いんだよ。面白いですよね。花ありますよね。そうなのよ。そうなんですよ。めっちゃ花あるんですよ、出てくる。可愛い人なんか出てきた時。可愛いっす。わかります。とにかく、全体的に可愛かった。昨日見たやっぱ感想としては、こんなに可愛いものを1時間半、見たことないかもしれない。とにかく可愛い。もう、マジで、わかんないけど、めちゃくちゃ人気でんじゃないかなって思って、俺。でしょ？スティックの未来。そうでしょ？うん。超ワーキャファンクみたいな。あのおばさん。めちゃくちゃ可愛かった。その、全体的に。なんだろうな。可愛い。だから、なんか、そのやっぱ、泣いてる人とかいたから、最後。え？そうそう。最後の歌うんだけど。やっぱその脚本の、やっぱ小川さんの。小川さんがすごいよ。すごいわかりやすくて、最後ちゃんとやっぱ感動するっていうのも。あるし、やっぱ出てる人たちがみんなやっぱ舞台上で可愛く輝いてる。へぇー。だから、それはちょっとあるかもしれない。主役というか、まあね、女性陣の、なんかこう、なんつうのかな、こう、なんか仕草とか、そういうのも全部、本当の女優さんにはない、なんかちょっとあどけなさがあって、それがすごい可愛らしいんだよね。で、歌と踊りと。そうそうそう。だから、それは多分、変な人だって思ってないからかもしれない。俺たちはね。だからそもそもね。だからそれも、なんか、今年になってちょっと伝わってきたのかもしれないし、あと、2年目だから、去年、小川さんと1年、3ヶ月一緒にずっとやってたから、小川さんがもうその、一人一人の、あ、そうそう、そういう感じがした。個性を分かってて、セリフとかの言い回しとかも。やっぱ当て書きになって、可愛くしてたよ。てるから、だから、小川さんがやっぱり劇団員の人とよく、なんか喋ってるし、なんか俺はやっぱあんまり相談されないんだけど、とにかくその脚本の小川さんのところにみんな優しいから、小川さんこれどうですかねって言うと、小川さんすっごい優しいから、そうだよね、そっちの方がいいですよねとかってやるのよ。それでなんかみんなが多分演出とかもしながら、小川さんね、だから演出俺になってるけど、ほとんど小川さんだからね。俺何にもしないから。小川さんがずっとコミュニケーションを取って。いやいや、本当に小川さんのおかげで、ということで、素晴らしい。そういう可愛さっていうのは、多分もう。あれ、母性本能くすぐられる感じ。くすぐられる。母性本能とか、そういう。菅野智之とかめちゃくちゃ可愛いよ。可愛くねえだろ。ハガちゃんのダンスなんかもうめちゃくちゃ可愛いよ。めっちゃ楽しみなんだけど。マジで。もうさ。1時間半、俺な、キッザニアにいたような気がする。キッザニアのあの、時報のダンス見てるような、時報のあの上のところに、みんな衣装着て、踊るの時あんのよ。キッザニアに入れてもらおうかな。早く予約しないと、枠取れないよ、キッザニア。劇団スティックの枠取れないよ、早く予約、朝早く来て予約しないと。そう。団体悪い人は、団体悪い人取らないといけないから。めちゃくちゃ可愛かったから、ぜひ、これちょっとね。めっちゃ楽しみ。ここでやっぱりそう言われても、本当なんか勘違いしてでかい方でかい方とかでやらない。ぶりっこし始めるかもしれない。勘違いしないように。そこはもう、でもそれは、それも良さだと思うけど。化粧濃くなったりとか。意識しちゃって。意識しない。でもすごい人気出るかもしれない。あ、そうですか、俺は。なん
じゃあ上手くならない方がいいんでしょ、ね、やっぱ今回はでもマギーさんが途中で稽古に来ていただいて、うん、いろいろ言ったから、うんうん、そういうのもあるんだろうね。よかったかなと思うけどね。だから LINE、なんか本当終わるときにね、なんかマギーさん車降ろすときに、うん、来年は2回ぐらいはちょっと見学行かせてくださいって言って、とにかく楽しかったですって。言ってたよ。すごい。楽しみですね、今後が。ねえ。ねえ、いや、本当。ワクワクする。次がまた、もう次が楽しみだ、ね。ケイちゃんからさ、うん、嬉しい感想、山崎ケイちゃん昨日来てたから、うん、本当に、裏でも表でも、本当にどっちも面白かったですって来てたから、なんか初め裏だけかなと思って、ちゃんと表でも面白かったですって、ね、言ってたから、だから高田先生が昨日来てくれて、で、水森かおりさんも、高田先生の横だったから、水森さんに聞いたら、高田先生めちゃくちゃ笑ってましたよって。ああ、よかった、つって。高田先生絶対最後まで、残んないのよ。絶対早く帰っちゃうの。なんか最後のカーテンコールぐらいの時にもう先生が出てっちゃったんだけど、なんか知んないんだけど、別に出る必要ないんだけど、釣られて水森さんも出ちゃったんだって。ああ、そう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 。そういうもんだって。それで、楽屋挨拶、八島さんとかと俺行って、で、俺その後帰って、1階に降りたら水森さんが一人でなんかうろちょいしてた。それで、どうしたらいいか分かんない。なんか、高田先生は帰っちゃうし、花田さんとなんか飯行かなきゃいけないし、私どうしたらいいんだろうっていうのトイレの前でずっと行った。水森さんいたから、俺そのまま連れてったのよ。もう一回楽屋に戻って。で、なんか、実は、後でね、終わった後にね、LINE 来て、そしたら、亀梨くんとみんなで写ってる写真とかをね、八島さんが送ってきてくれたから、そしたら、本当に亀梨くんじゃなくて、高田先生についてたこと一生後悔してます。なんで出て、なんで出てっちゃった？私も亀梨くんの写真撮りたかったです。って来てましたよ、でも、水森さんが優しいじゃん。だから、本当終わった後、みんな車の中で、あんなに話しやすい演歌歌手の人いるんだと思いましたあんなに優しい演歌歌手の人いるんですね。めっちゃ優しい人がいいからね。優しいでしょうね。いや、最高でしたね。水森さん最高でしたね。水森さんのなんかそういうお店に来てる感じだったらいい。みんな好きになっちゃう、ね。みんな好きになっちゃった。好きになっちゃった。いや、今日、2日目。そうですね。あります。楽しみにしてます。気を抜かないようにじゃ気を抜かないように。修正して、早めにちょっと行ってね。千秋楽ですね。千秋楽。頑張っていきたいなと思います。はい。さあ、なっちゃんは今週ね、いろいろあったようですけども。いろいろあったようです。なんかあった竹山さんの誕生日会。あ、行ってきました。53歳。あ、メール来てました。はい。キジトラトラちゃん。あ、ツーショットの写真が、夫婦みたいな話題になっていました。確かに。なっちゃんと竹山さん。え？本当だ。なんか富裕層のさ。ああ。っぽいね。富裕層のね。富裕層の。確かに。息子にすごい10万円の大谷翔平グッズを買ってるよ。甘やかして。甘々の。中国のね。大谷翔平のグッズを惜しみなく買う夫婦みたいな感じ。確かに。ドラ息子になっちゃった。働くのいい笑顔だな、でも。毎年、竹山さんの誕生日会ってやんの？やります。ヒゲ男爵の樋口さんがこう開催して、はい。若手というか、まあ、桜もブービーの梶さん。全然若手でも何でもない。若手じゃないですね。結構もう年齢も、はい、上になりましたけど、小林アナとか、いろいろ集まって、みんなでプレゼント買ってみたいな。お店とかはあるか、取るの？誰が。あ、そうです。樋口さんが全部やってくださるんですよ。ケーキの発注とか。毎年大体同じメンバーでやる感じなんだ。そうですね。大体そうですね。はい。楽しそうだな。竹山さんもなんか、すごい笑顔だな。楽しそうにしてた、竹山さんも。楽しそうにしてました。喜んでました。そうだよね。はい。優しい。プレゼントじゃあ買って、なんかお渡しした。アロハシャツですかね。そうですね。好きなんだ、アロハシャツ。なんか、まあ、スニーカーだったりとか、アロハシャツだったりとか、そういう服系が毎年選ばれますね。だいたい樋口さんがやってくれるんですよ。で、ワインにすごい詳しいじゃないですか。ああ、そっか。ソムリエソムリエになったんで、はい。すごい美味しいワインをずっと、嗅いでは注いで、嗅いでは注いで。そんなやってくれるんだ。やってくださいます。それすごいいいサービスだね。すごいですよね。喜んでます。
53歳に見え、もう最初自分56歳でしたっけとか言っちゃって。だから、割と、そうだね。はい、遅咲きだから。俺が知ってるもう若手の頃からめちゃくちゃ老けてたもんね、小、はい、山さんって。ね、あの頃多分出会った頃まだ20代だよね。うん、信じられないぐらい老けてた。そう、だからだんだん俺らの中では若くなってる気がするよ、竹山さんは。そうだ、20代の頃。昔から、え、竹山さん。めちゃくちゃおじさんだったよね。33ぐらいの時、あ、まあでも30ぐらいの時か。23年ぐらいだもんね。そう、一緒に会った時って。カンニングさんが。もう45ぐらいの芸風もそうだったしね。うん、なんかすごいおじさん感ありましたけど、ね、でも追いついてきましたよね。そう追いついてきたと俺は思う。若返ってきてると思います。若い。見えるのかな。うん、なんですよ。楽しそうだな。楽しいです。誕生日会しました。はい、ね、はい。さあ、ということで、ね、来週、まあ、電気グルーヴ。あ、そうね。また来る。来週ゲストは。え、あ、それ。前回は水曜日。前回も水曜日で。水曜日です、ね。録音でしたもんね。録音でした。はい。うん、で、録音の日抑えられてないから、あれと思って。ま、な、生じゃないよって。電気は来るぞ、ね。生を、生放送。すごいですね。どうしよう。どれが、え、普通にみんな生放送でゲスト来てるんだけどね。まあ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 。グループだけ、すごいですよねって言われるのが面白い。そうですよね。うん。ちょっと肩、また乗っけられるように、それまで筋トレ頑張ります。卓球さん、さんもう無理だって。ダメですか？前回、その録音の後にね、写真撮るのになんか、はい、卓球さんよくやるよね。断念しましたよね。断念しました。危ないっつって、これ。卓球さんの不安そうな顔が、ちょっと。卓球さんも、申し訳ない、いや、結構いい体格してますから。申し訳ない。いや、でも頑張りたいですね。ね、本当だから、あと今日はもう草野仁さんが。はい、ああ、マッチョですね。乗せてもらえば。そうだ、マッチョだ。逆に、80歳の肩に乗れないでしょ。俺も本当ね、来年のスティックのゲストとして、ね、やばっ、第一候補ですから、それはやっぱり。どういう目で見てんだよ、人のことを。ないだろ、棒読みとかね。今日は言いたいと思います。それでは、そろそろ行きましょう。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day.We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show! こんにちは、ナイツの土屋信之です。カナノミキです。水曜パートナーのメープル超合金ドーナツです。サンナイツラジオショー、本日は2時台は草野さんがゲストでございますね。草野仁さん、それではメールテーマ発表しましょう。今日募集するメールテーマはこちら、日常の不思議発見。いいですね、このテーマ。はい、今日のゲスト草野仁さんが38年にわたって出演された世界不思議発見は、世界各国の不思議をお届けしてきましたけれども、今日はリスナーの皆さんの身の回りで起きた不思議な出来事を送っていただきたいと思います。不思議発見のようにクイズ形式で送っていただいても OK です。クイズの場合、問題と答えを書いて送ってください。はい、例えばですね、うちの父親は仕事はデスクワークだし、鍛えてる様子も全くないのに、なぜかめちゃくちゃ腕だけ太いです。不思議な父親です、 など、じゃあ私のクイズですね、友人の青木マッチョという芸人がいるんですが、エイプリルフールにある嘘をつきました、さてそれは一体何でしょう。不思議クイズ、不思議クイズ、まあ、クイズ、そうですね、どんな嘘でしょうって。マッチョ、はい、もう筋トレやめますとか、ボッシュート、ボッシュート、はい、ドラマの主人が決まりました、ボッシュート、正解は、グランドピアノを買いましたと言って小さいピアノを弾きながらスピッツを弾いたです、はい、分かるか、何だその服、はい、分かる、徹子さんでも答えられないです、難しかったですね、ボッシュート、ボッシュート、さあということ、その他ゲストへの質問メールや番組を聞いての感想などお待ちしています。宛先なっちゃんお願いします。はい、受付メールアドレスは rs@1242.com、 rs@1242.com、 rs はラジオショーの頭文字、アルファベット小文字で、 x はハッシュタグナイツラジオショーをつけてポストしてください。
メールを送ってくれた方の中から抽選で5名にラジオショーオリジナルサインペンをプレゼント。メールには住所、氏名、電話番号をお忘れなく。それではナイツザラジオショー、この後3時30分まで生放送です。ナイツザラジオ。売るなら TR コーポレーション。管理が大変で困った土地を売るなら TR コーポレーション。不動産売るなら TR コーポレーション。横浜で開発造成20年の信頼と実績、拓亮建設グループ。TR コーポレーション。の過払い金は中央事務所で返金手続き。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。過払い金とはカードご利用時に払いすぎた利息のことで、手続きをすると取り戻せます。皆さん過払い金誤解していませんか？クレジットカードに過払い金はない。利用が少額だと過払い金は出ない。それ誤解です。過払い金が少ないと手続き費用の方が高くなる。それも誤解です。家族や職場に知られる。必ず信用情報に影響する。全部誤解です。実は皆さんに身近なクレジットカードにも過払い金が発生していました。現在、お手元にカードや書類がなくても手続きできます。まずはあなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのかご確認ください。過払い金の無料確認ダイヤルは 0120-10-10-10-10-10-10。 古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村ならどんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計ブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999-157-999。 出張買取はカメラの北村。おかげさまで開局70周年、笑顔になる。日本道路交通情報センターの橋山さん、お願いします。はい、お伝えします。首都高速道路は中央環状線の内回りが故障車のため渋滞しています。中央環状線の板橋ジャンクション方面に向かう内回りは、千住新橋にトラックが故障して止まっているため1キロ半渋滞しています。高速道路などの状況です。東北道の下りは川口ジャンクションで事故のため1キロの渋滞です。東名高速道路の下りは大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートの鮎沢パーキングエリアで1キロ渋滞しています。神奈川県の小田原厚木道路の下りは大磯インターで作業のため1キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの橋山でした。橋山さん、ありがとうございました。次の日本放送、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。今日は自動ドアのナブコシステム、久光製薬、他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します。日本放送ショーアップナイターは今日夕方です。熊谷美穂です。明日は新潮社、中瀬ゆかりさん登場。ジャーナリストの青木吹子さんの新刊アローンアゲインをご紹介。さらに旧ジャニーズ事務所を引き継いだスタートエンターテインメント CEO の福田敦さんをお迎えします。ハッピーは明日も。あっ、 This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. ナイツの土屋です。花輪です。 Hosted by Nights from Monday to Thursday. Nights.The Radio Show. この時間はこちらのコーナーをお届けします。ニュースター発掘しましょう。このコーナーは有名無名問わず、いろんな芸人さんの名前が飛び交う水曜日らしく、うん、世間ではまだ知られてないけど面白い芸人さんを紹介して、この番組から未来のスターを発掘しようというコーナーです。久しぶりに芸人さんのネタを見ていきます、うん、スタジオの我々は動画で、リスナーの皆さんは耳でお楽しみください、うん、後ほど番組ツイッターに動画アップするのでぜひご覧ください、そしてこのコーナーでは芸人さんの思い出の劇場を伺い、劇場にまつわるお話もお届けしていきます。さあ、それでは早速ネタです。こちらの方です、どうぞ。いつかお笑い界の象徴なんか、いかんせんなんかね、場所がね、場所がなんか感情なんか入ってこないよね。そうね、街の景色のまあ設定なんでしょうけど、キッチンが映ってめっちゃ綺麗じゃない、なんか知んないけど。そうね、事務所とかかな、めっちゃ綺麗だな。ね、綺麗ですね。まあ、それもありますけど、なんかあの、わかんないけど、うん、どうですかね、もうちょっとなんか、まあ、うん、そう、ちょっとスティック感も、スティックあったかもしれないですね、うんうん、スティック見た後だったと、うんうん、
うん、なんかいい素材かなっていう、うん、なんかそういう目で見ちゃったのかもしれないね。そうだね、うん、シンボルタワーの2人です、うん、芸歴結成16年、長いな。リュウジと石島武久コンビですね、アッシュ&D コーポレーション所属のシンボルタワーです。2022年の9月に15年の預かり期間を経て、念願の事務所所属になりました。このチャンスをものにしたいのでよろしくお願いします。なんか言ってたね、アッシュ&D って絶対そう、ラブレターズとか来ると、うん、そのなんか事務所事情をちょっと聞くじゃない、そう、で本当にいないって言ってね、所属にならないんだってね、そう、シンボルタワー15年預かりでようやく所属になったという、思い出の劇場は新宿バイタス、うん、今はもうないのですが、渡辺コメディスクール時代に同期の仲間と初めて自主ライブをした劇場です、うん、その自主ライブのリーダーはジグザグジギの宮沢です。ないんだね、バイタスって、バイタスがなくなってバッシュができたですよね、うん、あ、そうなんだ、バッシュとか、バイタスちょっと覚えてるよ、ギリギリ新宿の、ね、サイゼリアの近くですよね、詳しいね、やっぱね、うんうん、あのマネージャーからの一言、はい、あ、大竹マネージャーね、言うんですけど、うん、事務所の芸人たちもみんなシンボルタワーの不器用だけど優しい人柄が大好きです、うん、仕事やプライベートの様子、月一の面談の模様を収録したドキュメンタリー映像をマネージャー自ら作成したのですが、母校からの予選会のオファーをいただいたにもかかわらず、うん、自分たちだけでは30分持たないからお断りさせてほしいと言ってきたことに僕が激怒してしまった映像が撮れてしまい、編集する気持ちがてしまい企画が中断しています。それも面白いじゃん、だから自分が激怒した、もうドキュメンタリー撮ってたら撮ってたんだけど、ぶち切れたんだ大竹マネージャーが。へえ、だから予選会ってね、要するにこうやるじゃん、よく、うん、学校のね芸術鑑賞会みたいなやつ、そうね、どこから来たってね、すごい、30分持たないからって言って、断って、話とかだけだっていいんだから、別にさ、ネタだけじゃなくてもさ、ね、母校ならね、ね、いろいろ、そういうとこだろって言って怒られたんだろうね、行かなきゃダメだぞって。そうですね、お笑い界のシンボルタワーになりたいんだから、頑張ってもらいたいなと思います。シンボルタワーの2人でした、うん、今週は以上になります。皆さんも好みの劇場が見つかるといいですね。ニュースター発掘しましょうでした。事務所よりお知らせです。現在キャッシングやカードローン経験者を対象に現金が返金されています。例えば4万円程度でもお借り入れを繰り返すと27万円を受け取れる可能性があります。あなたが受け取れるのかは電話で確認できます。受け取れるかの確認に費用はいただきません。周りの方に知られることもないし、しつこい営業電話もありません。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10 で、あなたが4月3日水曜日に発生した台湾の東部沖を震源とする地震の影響で、現地では大きな被害が出ています。日本放送では被害に遭われた方々を少しでも支援するため、沖の皆様から支援金・義援金をお受けしております。銀行での振り込みは三菱 UFJ 銀行本店普通預金口座番号1856611、口座名義日本放送義援金にお近くの銀行からお振り込みください。なお振り込み手数料は各自でご負担いただく形となります。また有楽町の日本放送本社では正面玄関に募金箱を設置します。受付時間は平日朝8時から夜8時までです。皆様の温かいご協力。中古車店わかりますか？知りたいけどすぐにはわからないでしょうとお思いの方、実は簡単にわかる方法があるんです。それが車たかし。車たかしは中古車買取店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。たった1分あなたの車の情報を入力すれば、大手買取店から近くの買取店など最大10社の査定額が無料で届きます。比べてみれば一番高く売れるところがすぐわかる。買取店によってなんと平均18万8000円も買取額に差があるんです。車を高く売りたいなら車たかしで検索。ベリーベスト法律事務所より、 B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から
消費者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので確認はとても大事です。また他の事務所で断られた方も大歓迎。当事務所なら給付金を受けられるかもしれません。最後にこの給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。まずはあなたも給付の対象かご確認を。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。話の途中で断っても大丈夫。相談は無料です。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000番、第一東京弁護士会所属。続いてアミドのサイエンスがお送りするハロー神奈川です。神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、田中さん、お願いします。はい、こんにちは。お伝えします。横浜市内も風はちょっと冷たいんですが、すっきり晴れています。お天気のいい日は象の花パークから港未来を回るクルーズが気軽に楽しめます。今月4月のお散歩クルーズウィズ水卓は14日、21日、28日の各日曜日に予定されています。象の花パークの散策とクルーズがセットになっていまして、象の花テラスのガイドスタッフの皆さんが案内をしてくれます。象の花パークの散策がおよそ20分、港未来ミニクルーズがおよそ30分、両方ともガイド付きで、合わせて料金は小学生以上1人1000円です。事前予約はありません。チケットは当日販売のみとなっています。歴史ある横浜の橋をくぐりながら、船上から港未来の名所を見ることができます。横浜三島が見えるポイントも案内してくれるようです。クルーズの後は象の花カフェで人気メニューのプレゼント付きになっています。一番人気の象の花ソフトクリームもありますので、この機会に味わってみてください。4月14、21、28日の日曜日です。象の花で春のお散歩クルーズ楽しんでください。横浜のスタジオから田中さんにお伝えしました。田中さん、今日のテーマはね、はい、不思議な日常の不思議発見っていうテーマなんですよ。はい、不思議な体験とか、不思議なっていうか、うん、この間、うんうんうん、あの家のドアの鍵が、うんうんうん、バッグにちゃんとチェーンでつけていたんですけど、うん、ないんですよ。で、キーホルダーはあるんですよ。その先の鍵だけがない。なくしちゃったんですか。なくしちゃったんですよ。あら、でもう真っ青になって、うん、で、あ、合鍵がもう一個入ってることを思い出して、うん、やっと家に入れたんですけど、うん、でもないんですもんね。不思議でしょうがないんですよ。なんでないの。多分久米さんが取ったんじゃないですか。久米さんですか、犯人は。ちょっと追及します。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。すごい花粉だ。部屋の中に入るか、入るか。見事にキャッチ。さすがナノキャッチフィルターです。アミドに貼るだけ花粉をキャッチ。 3S のナノキャッチフィルターは花粉を 96.8% ブロック。お求めはアミドマン .net で。時刻は1時51分です。日本放送ニュースです。ニュースデスク畑中さん、お願いします。はい、お伝えします。職業差別と取られかねない発言をし辞職を表明した静岡県の川勝平太知事が、今日中澤君彦県議会議長に辞職願いを提出しました。辞表を受け取った後の県議会の中澤議長です。
政治家として、発言すべきでないことを発言したということは致命的だったと思いますが、その中で、県民の皆さんをはじめさまざまなところからですね、ご批判やご意見をいただいたときに、それは早めに、やめた方が賢明だというご判断を本人がされたんだと思いますね。で、静岡県の選挙管理委員会によりますと、辞職の申し出から30日後の来月10日に失職することになります。知事選挙は来月9日告示、26日投票、即日開票の間で取引される商品の価格水準を示す先月3月の国内企業物価指数が日銀から発表され、2020年の平均を100とした速報値で 120.7 となり、前の年の同じ月に比べて 0.8% 上昇しました。伸び率は前の月が 0.7% で2ヶ月連続で拡大しています。ただ食料品などの値上げが落ち着きつつあり、去年11月以降、土砂崩れで寸断された国道249号線の一部区間で迂回のための道路が地震で隆起した海岸に作られることになりました。国土交通省能登復興事務所によりますと、すでに工事は始まっていて、来月の大型連休中にも開通させます。で、整備するのは国の名勝に指定されている棚田、白米千枚田付近の道路で、開通後しばらくの間は緊急車両と地元住民だけが通常のホストクラブに客として当時15歳の女子高校生を入店させ酒を飲ませたとして、警視庁は風俗営業法違反の疑いでホストの大学生稲葉優也容疑者22歳を逮捕しました。また店の経営者の41歳の男性も書類送検しております。で、調べに対し稲葉容疑者は少女が18歳未満とは知らなかったと容疑を否認する一方、経営者は指導が徹底できていなかったと容疑を認めています。女子高校生は去年3月、稲葉容疑者にいわゆる客引きをされて店に入り、高額のシャンパンなどを飲むようになりました。まあ、それによる売掛金は合わせておよそ600万円に膨れ上がり、返済のため売春などで。5月18日土曜、ナインキューブ渋谷で開催。ナイツ、アンタッチャブル、おぎやはぎ、三四郎、モグライダー、ラバーガール、吉住、ザ・マミー他多数。詳しくは日本放送。お聞きの番組は FM93 AM1242 ラジオで聞いても、ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。神奈川県藤沢市のユールスさん、はい、劇団スティックのメンバーに安易に可愛いという言葉を与えると、うん、可愛くあろうとする余計な考えのもと、絶対に余計なことを挟むメンバーが増えると思います、うん。メンバーもファンも冷静でいることを望みますし、邪念を取り除かないと2日落ちするかもしれません。田中さんが今日言ってまずやらなきゃいけないことは締めることです。なんだよ、なんだと思ってんの。劇団員をなんだと思ってんの。なんだと思ってんの。一生懸命やってればいいんですよ、うん、一生懸命やってるから可愛かったんですから、うんうん、みんながねこうやってなんか話がねしてくれれば全然いいんですけどね、うん、だけどやっぱり素人の人だから、うん、なんか八嶋さんとかマギさんと喋ってて、うん、あの劇団員も絶対今日家帰って家族とかに俺今日亀梨君になっちゃったとか言ってたの。結局ねそこがピークだったりするんで、ね、絶対言ってると思いますよつって、ね、あいつらつって。そうです、うん、嬉しかったでしょう、ね、ありがとうございます。はい、あずんこさんですね、うん、劇団スティック初日土屋さんも見にいらっしゃってましたよね、うん、終演後お見かけしました、うん、声をかけようかと思いましたが、うん、男性かっこコンパス中島さん、うん、と話をしていらっしゃったので、うん、近寄る勇気が出ませんでした。中島くんがいた、はい、うん、今となってはとっても後悔です、うん、くるくるパーマ風の髪型にしたからでしょうか、うん、芸能人オーラを感じたので近寄れませんでした、うん、そうすけ。その、うん、別にコンパス中島と喋ってたっていけるだろ。もっとすごい人だったら気ぃつかなくていい相手だろ。緊張したでも、ま、でもよかったですね、土屋さんって分かって気づいてもらいましたね。よかったですね。それはコンパス中島知ってる人は知ってるよ。コンパス中島は分かんないだろ。知ってたら分かるか。相当な漫才協会好きでしょ。確かにそうですね。中島だけ気づいてたら嫌だよね。中島だけ気づくわけがないんだから。確かに。そうなんだ。だってマスクしてたからね、中島君は。なんでマスクしてんの。いやあれじゃん、やっぱり気づかれたくなかったんじゃん、やっぱり。
中島智恵さん。中島くん、そうか。あ、そう、LINE 来てたもん、中島くんから。ね、うん、ありがとうございました。来てた、だから、そうだね。来てた、来てた。いや、ありがとうございます。声かけてくれればよかったのに、全然。中谷志乃さん、はい、今日千秋楽迎えるスティック公演ですが、尖っていた頃のマギーさんに影響を受けて、ああ酷評するアンケートや、アラーム鳴らし続出しないですね。あのアンケートはまあ取ってないんですけど、まあ確かにね、アラーム、でも昔本当に暗闇になった時にライターつけて嫌がらせる人とかいたんですよ。ええ、なんで？だからそういう演出を絶対無駄にしたくて邪魔するっていう、そういう時代があった。そのなんか劇団同士のちょっとピリピリした状態、時代があったんだ。あった。そういう、やっぱりもともとそのなんかこう反政府とか、なんかそういった暴力じゃないやつで何か訴えようっていう人が、思想が強い団体の他の思想とに負けたくないみたいなのが、本当にあの、三谷さんの芝居みたいね、なんとかの、あ、笑いの大学みたいな感じなのかもしれないね。それにそこから来てるのか、思想っていうのがあるか。なるほどね。まあ我々もね、そう一番ありますね、思想あるんです。スティックの思想があるの、潰さないでください。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？北村ならどんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計やブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999-157-999。 出張買い取りはカメラの北村、高価買い取りキャンペーン中。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸い、中皮腫、肺がん、脊面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方へ、ご存知ですか？建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。労災保険を受けた方、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。また、対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。まずは、あなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、 70-7000 番、第一東京弁護士会所。ザ・ラジオショー2時です。時刻はお昼の2時になりました。改めましてナイツの土屋信行です。花野信行です。メープル超合金の安藤夏です。さあ、ここで2時のお天気をお伝えしましょう。なっちゃん、よろしくお願いします。はい、2時のお天気をお伝えします。有楽町日本放送の屋上の温度計は 14.6 度、湿度 24%。 今日の東京地方は晴れ、関東地方広い範囲で穏やかに晴れるでしょう。夜にかけて天気の崩れはなさそうです。最高気温は各地で18度くらいで、この時期らしい暖かさでしょう。劇団スティック公演最終日にふさわしい過ごしやすい天気です。打ち上げではしゃぎすぎて体壊さないようにしてくださいね。以上、2時のお天気をお伝えしました。ありがとうございます。ありがとうございます。2回言った。ラジオネーム嬉し涙じゃじゃ丸さんから、テーマメール来てますね、はい、今日のね、不思議発見の、はい、日常の不思議発見、あ、クイズ形式で来ました、愛犬が庭で遊ぶ用のボールやロープが次々となくなっていきます。愛犬が遊ぶ用のね、ボールロープが、不思議でたまらなくなって一日中隠れて見張っていたら、その原因が分かりました、さて、どのようにしてボールやロープはなくなっていたのでしょう。食べちゃう。愛犬が食べちゃう。食べちゃう。ああ、だってどうやって見つかったの、それ。なんか、胃を吐かして。いやいやいや。怖いことだ。え、全然わかんない。なんでだろう。正解。ああ、かく、あの、土に隠してた。土に隠、あ、犬だからね、掘って隠してた。なるほど。はい、正解は、はい、犯人はカラスでした。カラスが加えて竹やぶに持って行っていました。そこには我が家で亡くなったボールやロープ以外にもサンダルやたわしなどたくさんのものがありました。よその家でもいろんなものがなくなってるんでしょうね。今日朝、ハンガーがごっそりなくなってました。あ、ハンガーって、カラスって巣を作るときね、使うんだよね、ハンガーを。あ、そうか、だからそういう外で干してたハンガーね。頭がいいんだね。そうです、いいハンガーなのに。巣作る時期なのかな今。そう、そう思ってました。なんか、ね、そういう時期なんだ。どうやってハンガー使うんだろうね。あれだから木に乗せるんだね。なんか曲げてさ使ってるんでしょ。なんか頭いいね。組み込んでみたいな感じ。組み込んで
すごいよね。痛くないのかな。痛くないよね。痛くないのかな。硬くない。そこに卵硬いでしょ。ね、もっとベッドっぽいのにすればいいのに。なんかふかふかのもんね、なんかないもんなのかな。骨組みなのかな。さすがに布団は運べないんじゃん、重すぎて。いや重いっすね。なんだ服とかなのかな。50パぐらいで。服とかなくなってんのかな。服も持ってってんやろ。でも羽毛布団寝てるわけだから、羽毛を持ってんだから、そもそも自分が あの人たちは。そうだ、あの人たちは、うん、こうやって寝るだけでも布団みたいなもんでしょ。そっか、うん、じゃあハンガーでいいのか。でもそのなんか軽いものと下着とかを持ってっちゃってる可能性はある。そう、一緒にね。困る。すごいね、ハンガーめっちゃなくなるんですよ、本当に。ハンガー持ってくるってね。いいですね、不思議発見、ありがとうございます。まだまだメールお待ちしております。さあ CM の後はいよいよ草野仁さん登場です。ここは後回ししている方は0120-400-800、東京税理士会所属税理士法人48。ご注意ください。申告期限が過ぎると特典が受けられないことがあります。まずは無料であなたの相続税をご確認ください。お電話は0120-400-800-400-800。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか。周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM お聞きの番組は FM93 AM1242 ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマンです。クレジットカードのお支払い時、払いすぎていた利息が返金されるようになりました。現金を受け取るには確認が必要です。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル0120-1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 0-
ひとしさんです。どうも草野でございます。よろしくお願いいたします。ナイツのお二人とも久しぶりですよね。はいはい、そうですね、はい、そしてあの安藤さんともですね、はい、テレビで昔は時々ご一緒させていただいたんですけれども、はい、ちょっと間が空きまして、ね、大変失礼いたしました。今日はちょっとね、はい、番組から草野さんにですね、はい、あのちょっとまずはあの不思議発見38年間、はい、お疲れ様でした。申し訳ありません、ありがとうございます、あのスタッフの皆さんも一斉に拍手をしてください、本当にありがとうございます。恐れ入ります。ありがとうございます。いや本当すごい38年間ですよ、はい、ですね。38年がどれぐらい長いかと思います。大学を卒業して22歳で就職します、はい、38年働きますと60歳定年を迎える。つまり一人の人間がですね、職業人として全うする、うん、それだけ長い長い期間だと。だからそうですね、日本ではもちろん土曜日のしかも夜というね、一番いい時間に38年間も番組が続いたってこと自体がちょっと不思議なぐらい で、本当によく長くあの皆さんに見ていただけたと思います。本当はありがたいです。ありがとうございます。お疲れ様でした。世界記録というかなんかそのあれなんですよね。クイズ番組としては、あのクイズ番組としては日本最高、はい、最長記録なんです。児玉清さんがお入りになってた、うん、あの日曜日のお昼にやってアタック25、あのこれがね36年続いてですね。そうなんです、そうなんです。それでアメリカの方を見ますとね、はい、朝の時間とかなんか時間が結構変遷しながら、はい、なんか長く続いているクイズ番組がありまして、これなんか50年近くやってらっしゃるっていうのもいろんな形を変えながら続いているのは、アメリカにはあるけども、そうですね、あでも日本で一番長く、ヘキサゴンってもう終わったんだけど終わってるわヘキサゴンとっくに終わってるわそうでしたか。いやすごいですよね。そうですね、本当によく続きました。最終回もちょっとあの見させていただいたんですけど、はいはい、もう本当にあの家族で土曜の9時になったらみんなで、
あの、この沖なんの木になる木って家族でさ、ほら、あの感じ、幸せな風景ですよね。そうですね、うん。終わった後の皆様からのいろんなこう感想を寄せられましたけれども、はい、やっぱりおっしゃるように、はい、なんか、やっぱり当時は家族で1時間こうじっくり見て、うん、ね、あの、家族の絆が強まったという、うん、そういうお便りがたくさんいただきました。クイズだからね、みんなでこう家族でね、こう回答してみたりとか。うんしてっていうだって勉強にもなりますしね。そうですね。不思議発見というか。もともとその番組の発想自体は、うん、あの、歴史、日本人は歴史を知識としていっぱい覚えなきゃと思いますけど、はいはい、そうじゃなくて、歴史の中には面白おかしいことがいっぱいあるんで、うん、その中からいろいろ引き出して、歴史と遊ぼうというね、そういう発想でしたんで、まあ、それが多分良かったんだろうと思いますね。歴史と遊ぼうって、で、またこう世界にまた行きたくなる。うんうんうん、そうですね。うちの神さんと子供の頃のちっちゃい時の夢がミステリーハンターになることだって言ってたぐらい、結構あの、ね、本当に憧れてる年代の方、女性多いですよね。ですよね。とても多いです。ミステリーハンター、憧れの職業っていうね、はい、うん、いうぐらいみんな憧れてましたから。うん、でも実際になってみると、うん、はい、結構ハードなスケジュールで、あの、思ったほどのギャラはもらえないというところはあったと思います。そうですか。ミステリーハンターとぶらり途中下車の旅は結構大変だって言いますから、大変だ、言いますからね。見てる方はいいけども。見てる人はね、いいね。なんかその、僕びっくりしたのが、歴代で一番視聴率取ったやつが、インドの、奥にある村で、日本とそっくりの段々畑があって、そうですね、あれ、すごいですね。数字で言うと確か 20.3% ということで、はい、なるほどザワールド、私たちよりも先行して始まった番組は 30% 超えの時期がありましたから、それに比べれば全然大したことないですよね。まあ、でも結構一生懸命頑張って 20% 超えが、ようやく3回だけだったという、あ、すごいですね。すごい、あれは本当不思議でしたよ、うん、日本人と同じような、そうですね、顔の人がそうですね、いらっしゃって、やっぱりそういうことにちょっと皆さん関心を持って見てくださったんだと思いますね。本当知らないところがいっぱいあるんだなって勉強になりましたしね、うん、そうですね。まあ、200何十カ国がある中の190カ国を一応取材したというんですから、190カ国まあまあ、地域に行って、すごいですね。草尾さんも 何カ国ぐらい行かれたんですか？ね、実際行ったのは3カ国か4カ国ぐらい、はい、そうなんですね。ただ皆さんがあまり行ったことのないジョージアとか、はい、うん、あの近辺にはね、2回行くことができました、ね、うん、昔のグルジアですよね。そうです、そうです、ね、おっしゃる通りですね。ジョージア、ね、行ってましたよね。土地の親戚が王石になられたのを記念して、現地に伺いました。あ、シュクメルリとかね、そのなんかあの美味しい、シュクメルリ食べ物、ね、そうですね。そう最近またちょっと注目をされてるんです、ね、あ、そうですね、でも第1回目からボッシュートってあったんですね。そうですね。そうですよね。はい、はい、はい。和田アキ子さんとかでしたね、大体。和田さんはボッシュートの回数が一番多いから。で、正解数じゃなくて。正解数はですね、はい、ひとしくん人形じゃなくて、はい、砂金袋、ガリンペーロっていう砂金袋、うん、20個1人持ってスタートと。で、大体4問やってましたんで、1問につき5個ぐらいずつかけてくださいと言ってやります。うん、そうすると、全部なくなると、はい、バンクというのがあってですね。そこから10個。おろせる10個借りられたんです。あ、そういうシステム。で、和田さんはね、はい、勝負事になるとね、我を忘れますね。ジャンプ好きだから、はい。もう、5個ぐらいにしといてくださいっていうのに、いきなり10個とか、いきなり20個とか、それで大体アウトですが、ボシュートになるわけですから、罰ゲームで、はい、その当時やっぱりね、バブル時代ですから、罰ゲームも外国に行くんですよ。罰ゲームで外国に、まあ、例えば野々村真くんは、うん、タイの蛇島みたいなところに連れて行かれて、蛇に囲まれてキャーとか言って、うん、海外行けるんだもんね。アッコさんにも罰ゲームするんですか？和田アッコさんはですね、はい、罰ゲームを5回やらなきゃいけない状況になったんですが、うん、半年で、はい、この番組を降りられまして、はい、それでちょうど裏の日本テレビの番組に出演されました。あらあら。え、裏番組行っちゃって。結局罰ゲームも履行しないままと。うん、罰ゲームの借金抱えたまま裏番組行っちゃった。それは笑っている人って感じです。そうですよね。そうですね。そういうことでしょう。許さざるを得ない。許さざるを得ない感じです。そんなことあった。没収とシュートっていう組み合わせたのを。
結構秀逸ですよね。あれスタッフさん考えたんですか？いや、それは私が考えたんですけど、募集しますというふうに言ってくださいと言われたんだけど、はい、落ちていくでしょ、うん、ね、だからそれはなんか合わせて募集とって言った方がいいんじゃないかと思ったら、すごい、ね、まあ、なんとなく五感的にはいい感じでしたよね。その後に、あの、要するに大道具さんというか美術さんがいの作ってきて、はいはい、そうです、どうですか、これで合ってますか、はい、みたいなことだった、ね、はい、落ちる感じとかね、そういいですね。募集だけだとちょっと生々しいもんね。ね、そうですね。そうですね、募集とかいいですよね。募集しますじゃちょっとね、なんかインパクトがあまりないですよね。佐野さんのアイデアだったんですね。あとは笑ったのが不思議な件のハプニングで、象が、うん、はいはいはい、これはですね、はい、やっぱりバブル時代で、うんうん、まだあの始まって3回目の収録なんですけども、はい、石原動物の国から象を借りてきまして、はい、で最後の問題で、はい、あの実はボロブドゥールの仏教遺跡にたくさんの壁画が描かれていて、うん、そこに動物の絵がいっぱい描かれてあるんですが、うん、はいはいはい、では一体どの動物について一番多く描かれているでしょうか、うん、という問題。なるほど。で、それは象だったんです。はいはいはい。それで、その、ディレクターさんが、単に象でしたで終わっちゃつまんないから、うん、あの、これでしたっつって、あの、答えをね、引き出してこようと。正解はこちらですっつって。そうそうそう。これでしたっつって、引っ張ってきて、うん、象が出てくるという形にしようと思っておりましたら、だいたい午後2時ぐらいに連れてこられた象君がですね、はいはいはい、もう相当くたびれていい加減にしてほしいと思ってたんですよね。それで、いよいよ答えをって言おうと思ったところで、パオーンって鳴きました。あれ本当にああいう鳴き声するんですね。そうなんです。ボーン、そう、絶対そうじゃんって。あの、回答者が慌てて、あ、書き直そうとか、ダメです、ダメですね。みんな書き直してますよね。みんなゾーって書いて。パオーンつってんだもん、だって。あれ面白いですよ。そんなね、笑えない、笑えることとか、笑えないことすごいですよね。結構だから、やっぱり、お金かかってて、その当時はですね、確か、あの、象を連れてくるだけで200万とか100何十万とかかかったって聞きましたね。まさしくダブル時代。大変ですから。恐竜のなんかオブジェみたいのもなんかあったりして、と思ったの、あれも相当お金かかってますよ、ね。と思いますね。はい、正確な額は聞いてないですけれども。で、まあ、で、最後ら辺になって、またクイズの形式変わって、うん、急にディスカッション形式になって、また、なんか、最近、座談会になってんじゃないなんか変だよという声をたくさんいただき、それもですね、まあ、いろんな理由がありましてね、はい、まあ、やむを得ず、そういう形にせざるを得なかったっていうことは、やっぱり、もうそろそろ、ね、あの、期限が切れるところに来ていたということでしょうね。38年もすごいですけど、8年間草野さんの子、ね、年齢が今見たら、うん、80歳って今年80歳ついに大台に今日もだからもう乗ってしまいまして、トークのこうなんかスピードとか、あとなんかインドのなんとかブールとかってもうどんどん出てくる単語とかも全然このなんですかね、あの途切れないから、いやいやいや、すごいですよね。いや、そんなことないですね。なんか欠かさずですけどトレーニングとかやられてるんですか？はい、昔はですね、はいはい、結構ハードにやってたことがあったんですけど、はい、もう今から20年近く前かな、はい、あの東京都庁の石原慎太郎知事のところにインタビューに毎年 2,3 回行ってたんですよ、そしたら収録終わったら知事が、お、草野君まだこれやってんのかって、筋トレやってますよって言ったら、お前な、人間60も過ぎたら突然血管プチッといくぞ、だからお前重いのやめろと言われまして、はいはいはい、で別に大会に出るためにやってるわけでも何でもないんで、はい、あ、それもそうだなということで、うん、いっぺんに軽いあのダンベルとかにあのしてですね、はいはい、それでもちょこちょこと、あの一応やってます。軽いダンベルでやってるんですねずっと肉体系だけなんですか、そういう暗記したりとか筋トレとか有酸素とかよりも、はい、あの、うん、もちろん有酸素もやるんですけれども、うん、まあなんていうか、そんなに組織的にね、うん、はい、あのこういう体を作ってボディービル大会に出るとかそういうわけではない、まあ健康維持のためにあのしっかりやっぱりやっといた方がいいという、そういうことで、そのちょこちょこと石原さんってまたなんか結構、うん、僕らもね一回なんかその番組で、うん、MX の番組かなんかで、うん、ちょっと行った時に、
なんか、まあ、僕らがメインじゃなかったんですけど、うん、結構、レポーターの人に、うん、なんだその質問はとかって。じゃもう俺たちも何も聞けなくて怖いと思って。毎回行かれるってすごい、怖かったんですよね、やっぱりすごい。ちょっとやっぱ勉強不足だと、いろいろ。そうかもしれませんね。やっぱり、自分がいろんなことを聞かれてそれに答えるためには、はい、聞いてくる人もちゃんときちんとした準備をしてなきゃいけないだろうってい う,、まあ、そういう昔風の意識はお持ちだったと思います、はいはいはい、なるほどね。草野さんはもう、ね、ワイドショーも、まあ、スポーツもそうやられてますし、本当勉強されるずっとね、まあ、ものの考え方が割とこいつは自分に近いような、はい、あの感じを持ってるなというふうに思っていてくださったのか、割と好意的にいるようですね。なるほど、石原さんは。で、その代わりなんかたまにですね、はい、今度俺が出した本の宣伝を番組の中でちょっとやってくれとか、なるほど、言われたりしたこともありました。それはやっぱりお断りしてるんですか？なんでだよ。一応ね、はい、ああ、わかりましたと言って、はい、でもやっぱりちゃんとやりました。断れないですよね。かっこいいですよね。僕らは一番最初に思いっきりドンですよね。うん、あ、そうですね。中山秀さんの司会の番組で。ご一緒しましたね。2009年とか、2008年ぐらいから、ね。そうです、そうです。ご一緒になって、その時に草野さんにスーツをなんかちょっと作ってあげるよって言われて、で作っていただきました。はい、M1 に。はい、M1 の質問で。お出になるから、はい、ということで、それは頑張ってもらわなきゃ、はい、ということで。だから、草野さんが作っていただいたスーツで M1 出てますから。うん、そうそうそう。2010年の。そうですね。二、はい、人ともね、仕立てていただいて。はい、その時は、あ、その時は、あの、今まで一番悪い順位でした。6位でした。6位でした。3、4、6位でした。出れたらどうですね。ってことは、スーツが一番縁起が悪い。いやいや、どうですよ。めちゃくちゃいいスーツいただきました、ね。2着ずつね。2着ずつ。そこのね、あそこの青木のね。青木のスーツのそのもう本店に、行って、最初のね、来賓室みたいなところで、こう、サングラスかけて座ってる、はい、あの草野さん見て、どっかの事務所に来たのかなって。なんか、ちゃんさんは、なんか持ってないのに、はまき持ってるのに見えました。ゴッドファーザーでしたよね。でっかいソファーに。ゴッドファーザーですよ、ほんとに。川張りのソファーに座ってる、草野さんがめちゃくちゃかっこよかった。長崎空港で見た時もサングラスかけてた。めちゃくちゃオーラがすごいんだよ。そこからあとはライブとかも見に来てくださったり、はい、そうですね。いろいろこうなんか優しくしていただいているんですけど、いや本当にお二人は、はい、人間的にもね、とっても心優しいいいコンビだと思いますし、はい、それでめきめき実力がついていくのが、はい、目に見えてましたね。本当に頼もしかったですね。そういうお笑い演芸とかね、そういうのっていうのは昔から、うん、あ、もう大好きです。大好きです。小さい頃からね。ラジオ時代の NHK のなんか落語とか漫才とか、そういうのはもうしょっちゅう聞いてましたし、もう本当に好きです。で、そう、銀シャリ、ね。はい、銀シャリ。銀シャリ、はい。橋本さんとうなぎさん。うん、はい、で、二人に仕事で会いまして、大阪でいろいろ一緒に仕事したことあるんですけど、うん、その時に私、うなぎですって言われて、うん、はい、あ、鹿児島の出身だねって言ったら、うんうん、え、なんでわかるんですかと言われたんですね。実は、鹿児島で、はい、アナウンサーとして、NHK のアナウンサーとして仕事をしました。はいはい、で、指宿の近くに、はい、うなぎ池という池がありまして、そこ昔から美味しいうなぎが取れるということで有名で、はいはい、その縁なんでしょうね、きっと。その周辺に住んでらっしゃる方のお名前に、うなぎという方がですね、最高時、30件ぐらいあったと言われてました。それ知ってたもんですから、うなぎって言った瞬間に知ってました。うなぎでしょ。びっくりしてました。うなぎくんも初めて言われたんじゃないですか。そうそうそう。そうですね。鹿児島ってわかる人いる。でもやっぱりだんだん時代のそのね、進化とともに、そこにうなぎ生で住んでる人たちも、うなぎっていう名前はどうも嫌だという方が増えていかれまして、名前を変えることを申請される方が結構増えたりして、私が聞いた頃には昔30件ぐらいおられたのに、うん、今7件ぐらいだとかいうふうに聞きましたね。はい、その数少ないうなぎさんです。そうですね。でも、50年以上前の取材のやつ。うん、ですよね。ああ。覚えてます。覚えてます。あ、いやいやいや。ね、会った時に言ってるの。うなぎは覚えますよね。珍しいから。忘れたこともいっぱいあるけど。
あと今ちゃんとあの三実験つってあの NHK のアナウンサーが10って言わないんですよね。そうですそうです。10分って言わない、10分って言うんですよ NHK の。そうなんです、ね、これはね最初に私たちも教わりました、うん、あの何時何十分です、そういう日本語はありません、ありません。え、10分20分30分ね、10キロ20キロ30キロ、はい、日本語の美しさを保つためなんでしょうね、はい、何十分とかそういう言い方はしてはいけませんっていうのを最初に、はい、これ今前島アノン聞いてるかっていう話です先送りですよ。出水さんはずっとね、うん、それをね聞いてたって言ってました。10分って言うんですよね。そうなんです、そうなんです。だから NHK の、 あの大相撲中継とか見てると、うん、そういう実証とか言いますよね。ああそうですね、実証と言わないで、実証は、あの多分音声学的に言うと、うん、その方が綺麗なんですよね。音声学 10分とかなんか言うのも大変でしょ、うん、10分といった方が分かるし、あの非常に分かりやすいという、そういうことではないかと、あの先生の話を聞いてて、うん、そう思いましたね、でもそもそもアナウンサーに東大ね、主席でなるっていう、うん、いやいや当時はあんまり、あの当然テレビ時代でしたから、うん、はい、もうこれからテレビの華やかな時代になって、だから希望する仕事はたまたま学校でその社会学という人間行動について少しかじりましたんで、あの人間のさまざまな行動についてきっちり取材をして、うん、あのこれがいいのか、うん、あるいは良くないのか問題があるのか、そういうことをリポートする取材記者になりたいと、それしか頭になかったんです。なるほど。え、それであの願書を見ましたら、うん、あの4つの放送仕事がありますね。アナウンサー、ディレクター、それから、事務系の人、それから、番組を、あ、ごめんなさい、あの取材記者、うん、4つ仕事があるんですけども、はい、その4つをですね、はい、第一志望から第4志望まで正確に書きなさいって書いてあるんですけど、うん、私はその記者しか関心がないんで、うん、だけどあの正確にきちっと全部書きなさいと書いてあるの、うん、第一志望記者、うん、第二志望ディレクターだったらなんとかできそうかな、第三志望事務系の人、うん、で第四志望、私はど田舎の出身ですから、うん、はい、あの標準語で話すことなどね完璧にできるわけ、うんうんうん、第四志望にしたんですか。それ第四志望で出しまして、うんうん、それで採用通知が来て、あ、よかったと思って開けてびっくりで、うん、第四志望のアナウンサーとして採用、なんだこれ間違いだろうと電話かけてみました、間違いなくお前をアナウンサーとして採用したっていう、変じゃないですね、うん、それであの4月1日に集まってみましたら、うん、はい、アナウンサーが16人採用されてました、うん、で、あのアナウンサーやれって言われて困ってんだけどさとか言う、うん、え、お前も何、お前も、うん、なんとアナウンサー希望でアナウンサーになったの1人だけ、残りの15人は非アナウンス希望という不思議な、じゃアナウンサーになりたいって人が少なかった、いやいやそうじゃないんです、それはですね、はい、NHK はラジオ時代の昔からアナウンサーはアナウンサー志望の中から選ぶというのをずっと通してきたんだけれども、まあ、東京オリンピックでテレビの放送時間がわーっと広がって、それから扱うジャンルがすごく幅広くなって、そういう状況の中でラジオ時代と同じようにおしゃべり大好き、のど自慢の司会をやりたい、ディスクジョッキーやりたい、そういう人たちだけでは絶対対応できない。だからとにかく本人の希望のいかんに関わらず、ある程度2倍ぐらいに絞ったところで音声テストを全員に課して、それで試験官がこいつはアナウンサーやらせたら可能性がありますよというのをね、アナウンサーにしようという、そういうやり方が始まって私が 2,3 年目ぐらいだったらしいです。でそれで私のあと3年ぐらいまで続くんですけど、うんうん、あとはまた昔の通りアナウンサーに戻るっていうことになります。だからそれもいろんなことがありましてね、あの地方でいろいろですね、うんうん、学生運動やなんかが盛んな時期に、あのそれに呼応するように NHK が一番嫌がる、あの放送分解って組合が書く放送局がある、うんうん、その組合の中に暴れ者が出てきてですね、うん、あの局長室のドアを蹴飛ばして破ったとかね、なんか暴れてるとか、そういうのが出てきて、それでNHK なんでこんなことが起きたんだ、うん、調べろっつったら、あのそのリーダーになってる人たちが自分の希望しない職種に就かされて、それで地方から地方を回されてる不満分子だということに気がついて、あ、
このやり方はメリットもあるけどデメリットもあるということでまた昔のように戻した。現在はですからアナウンサー希望の方からアナウンサーが選ばれてる、ね、うね、うん、そんなジェイコムみたいな時代があったんですね違うだろ多分分かんないけどさあ CM の後も交通情報を挟んで、カードキャッシングの過払い金はもう時効で取り戻せないと思っていませんか？実は時効でも返金に応じるカード会社が何社もあるんです。あなたの過払い金も間に合うかも。無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10の中央事務所へ。代表は放送交通情報です。日本道路交通情報センターの橋山さん、お願いします。はい、お伝えします。首都高速道路は3号線の上りが事故のため渋滞しています。3号線の上りは、用賀にトラックが故障して止まっているため、1キロ半の渋滞です。6号線の上りは両国ジャンクションで2キロ渋滞しています。高速道路の状況です。東北道の上りは川口ジャンクションでの事故の処理は終わりましたが2キロ半渋滞しています。東名高速道路や中央道などこの他の関東地方の高速道路に渋滞しているところはありません。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは海老名ジャンクションを先頭に4キロ半渋滞しています。日本道路交通情報センターの橋山でした。橋山さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は辛坊治郎ズームの中。舞台鴨川ホルモンワンスモアおまけトークショーが決定。上白石萌歌、戸塚純喜、鈴木仁、乃木坂46田村真由、三四郎、チョコレートプラネットら日替わりで豪華ゲストを迎えての感想戦。いいわ。4月12日から池袋サンシャイン劇場。詳しくはナイツ・ザ・ラディオ・ショー。はい、さあということでゲストは草野仁さんです。引き続きよろしくお願いします。リスナーさんからメールが、ああそうですか、はい、いっぱい来てます、神奈川県ラジオネーム、はい、ピピさんです。草野さんは、うん、無人島に一つ持っていくならという質問にダービースタリオンと答えるぐらいゲーム好きだそうですけど。そうなんだ。最近ゲームやられてる。ダビスタなんですか。昔はね、徹夜して、はい、徹夜してやりダビスタを。さすがにもう長いことテレビがないとできないですよね、まずはね。ダビスタリオンだけ持ってってもね、できないですけどね、無人島に。いや、そうですか。もうあれよくできたゲームですか、やっぱり。本当によくできたですね。素晴らしかった。いや、もう競馬も本当にもう好きで、実際に馬主としても。ダビスタの仮想馬主だけじゃないですから。そういう人ができない人がダビスタやるんですよ。ブエナビスタで G1 6勝ぐらいしますからすごいですよ草野さん。一口出資会員としてね、はい、たまたま恵まれまして、はい、ダンスインザダーク、ダンスインザムード、ブエナビスタ、はい、レイデオロ、すごい、ダービーも勝ってる。G1 11勝かな。 G1 11勝すごいな。レーデオールも持ってたんだ。いろんなクラブでね。そうなんですよ。でも相場感もありますから、もう馬見る目もあります。いやいやいや、一回グリーンチャンネルね、一緒に出たことゲートに出てくださいましたね。そうそうそう、はい、大井競馬場で、そうです、確かね、ロケも一緒にさせていただいて、やっぱそう、大井競馬場の時も、そうなんかね、あのみんなで馬券買うって時も、最初の1レースか2レース僕だけ当たったんですよ。その時の目めちゃくちゃ怖かったですそこででもスイッチ、あの入れて、その後当てましたからね、草野さん、やっぱり。もう負けず嫌いなんだなって。なんか、稽古賞と同じ目線。はい、舞台上がった時に、いや、そうかもしれません。いや、そうですね。真剣になっちゃいますね、やっぱりね。面白いわ。あとね、ラジオネームカズピーさん、はい、草野さん、世界不思議発見虫、お疲れ様でした。うん、草野さんに質問です。頭脳、明晰、スポーツ万能の草野さんですが、ここだけの話、苦手なことってあるんですか？あるわけないでしょ、草野さんが。いや、まあ、頭脳、明晰とかいろいろね、学校がそうだからとか言うんですけども、あの学校はですね、はい、一握りの天才と、うん、はい、もう、90何パーセントもの普通の人の集合体で、うん、私はその下の方にいる人間ですから、ね、東大の全然、そうです、そうです、一握りの本当にね、何やっても100点取る人がいるんですよ。あ、それはもうまさしく天才です。でも、あと90何パーセントは、言ってみればごく普通の学生さんという感じ。努力してですね。まあ、そうですね。で、草野さんでも、もう勝てないなっていうような人がいたってことですか？もちろん。だって医学部なんか入る人はね、本当に何をやっても大体ほぼ100点。
信じられますかね。やっぱカイロ大学も難しいんですか。カイロ大学も難しいですよね。カイロ大学難しいです。大変です。いやそうですよ。さあここからはですね、はい、コーナー行きたいと思います。はい、今日のスポットナイツということで、はい、まあこの今。これが話したいとかね、最近の悩みとか、ハマっていること、なんかございますでしょうか、草野さん。ですね、あの、古い80歳になった人間の考えること、はい、まあ、ちょっと方向が、皆さんとは違うかもしれませんけど、はい、小学校時代、終戦から5年ぐらいという、物のない時代に育ちました。はい、給食あっても、コッペパン1個に、脱脂粉乳1杯だけ、という、その辺からスタートして、はい、で、先生や周りから言われたのは、日本は資源の乏しい国。したがって、そこにいる人間が資源だ。だからみんな、精一杯頑張って、自分の能力を伸ばして、社会のために頑張らなきゃダメだよってなことをね、いろんなところで言われまして、なんか、それが自然に頭の中にこびりついておりましたね。で、そういう形でみんな努力をして、それで東京オリンピックがその結集の大きなね、あの、証だと思うんですけど、本当に経済復興もしていい形になって、日本はアメリカに次ぐようなね、金満の国になったんですけど、はい、そこからね、日本の堕落が私は始まったと思うんですね。それは、あの、ご承知のように、ゆとり教育です、はい、え。世界中の先進国が皆、自分たちの学習させる内容についてはいつも研ぎ澄まして上へ上へと少しずつ引き上げていこうと努力を続けているのに、日本だけがいやいやそんなね必死こいてやることはないんだと、もうもっとゆったりさせた方がいいという形のゆとり教育を始めて、どうですか結果は。どんどんいろんなものが右肩下がりで落ちていくと、うん、で、なんか、中にはね、そのもうこれだけ豊かになったんだから、ちゃんとした定職に就かなくて、アルバイターでもいいとか、あ、時にはね、なんか仕事に就かなくても、もうそのまま踏ん張ったりはいいとか、そんな形になってしまいましたね。でも、やっぱりそれ、日本の国民としては違うと思います。やっぱり、勤勉に一生懸命、みんなで自分の能力を最大限に発揮するように頑張って、ね、あの、役に立てるようにやるっていうのが、日本のあるべき姿だと、ちょっと古いかもしれませんが、そう思いますので。だから勉強しちゃダメだなんて言ってないですからね。何のために、ちゃんと勉強しなさいっていうことをちゃんと言って、勉強は絶対しなきゃいけないっていうね。そうですね。あの、だから、あの、勉強のできる人と、それから、仕事をさせたら仕事がむちゃくちゃできる人。あの、ドイツのね、あの、制度と同じように、あの、そういう人たちもちゃんと社会で優遇するという形の、あ、この間なんかどっかの知事がね、あの、牛を飼ってる人とか、なんかいろいろ言いましたけども、いや、そう、牛飼いの名人、達人であれば素晴らしいんですよね。そういう形でなんかやっぱり、日本人みんなで頑張っていこうという気持ちに。今の話を受けて、ちょっと今日の劇団四季公演中止したいと思います。ゆとり教育の最たるもんでした、はい、ゆとり教育が生み出した、はい、最低あと漫才協会解体したいとか激変スティック、うん、どうしようもない人たち日本の未来のために解体しますいやすごいスポットナイズでしたけどさ、お別れの時間となってしまいました、うん、草野さんからお知らせをお願いします。そうですね、はい、あの YouTube で草野仁のフルパワースポーツ、フルパワースポーツ、フルパワースポーツっていうのをやり出したんですね。で、これですからね、考えたら、こちらで告知していただければ、あっという間にですね、登録者数は100万人を超えるだろうと思っておりますので、そんな一つよろしくお願いします。あ、もうお時間でございます。ショーみたいです。今日のゲスト、草野仁さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円。現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので確認はとても大事です。また他の事務所で断られた方も大歓迎。当事務所なら給付金を受けられるかもしれません。最後にこの給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。まずはあなたも給付の対象かご確認を。前から気になっていた
は今日で終わりにしましょう。話の途中で断っても大丈夫。相談は無料です。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。明日お昼11時半からは清水ミチコとナイツのビバリーヒルズ。ただいま SNS リクエストを募集中。黒柳徹子でございますけれども、 YouTube 徹子の気まぐれテレビも X も大人気です。そんなに人気なら漫才協会にも入りなさい。パッ日本放送ラジオリビング。さあラジオリビング、前島かのアナウンサーです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日のラジオリビングはお待たせしました、金福1本ずつ袋詰めした特大特上切れ麺太鼓、数量限定でご紹介です、はい、目の前にあって今召し上がってますけれども、立派ですよね。美味しいですね。もうお店に並んでいるものとは全然違いますし、もうリビングでしか買えない特別な麺太鼓ですので、丁寧に召し上がってください。今日の皆さんにお出ししているのがイカ明太と明太子ですね、普通の。それとあと野菜ディップしていただきたくて、明太マヨ。それも嬉しいね。明太マヨ明太マヨと野菜、野菜ディップしてください。全然食べれるよ、美味しいですよ ね。あと粒感をね感じていただけると思うんですけれども、金福の明太子、知らない人はいないほどの有名ブランド金福ですよね。金福の数ある明太子の中でも特大サイズをご用意しました。この特大サイズ、実は全体の漁獲量の1割にも満たないので本当に希少なんですよ。一粒一粒大粒ですし、もう大きいですもんね。そもそも抜群の食感の特上ランクです。その中で端が少しだけ切れてしまった切れ子を金福秘伝の熟成明太だれと一緒に一本一本丸ごとパックしてるんですが、正直分かりません、その切れてるとか。切れ子とか分からない。美味しいですよね。タレもじゅわっと中まで染み込んで美味しいと思うんですけど、皆さんいかがですか。これ昨日もパスタ、あ、いいですね、作ったんですよ。これでパスタ美味しいですね。本当美味しいですね。アレンジも効きますから、どんどんちょっと皆さんのお皿が空になってきてますけれども、こちらなんですが、タレをですね68時間以上じっくりとこう熟成させたものなんですが、漬けたての味わいを鮮度そのままこうギュッと閉じ込めてます。でも本当にまろやかな旨味、あと辛味もちょうどいいですよね。辛味もちょうどいいのよ。そうなんですよ。本当プチプチの食感も食べれば食べるほど子供とかもこの辛さは全然大丈夫な、美味しいっつって。子供も大好きよ明太子。そうですよね、もう美味しいんです。いろいろな食べ方できますし、でも正直これだけの品質サイズのものですとなかなかご用意できなくて、この機会にぜひお早めにお申し込みください、さあ金福1本ずつ袋詰めした特大特上切れ明太子、合計1キロの大ボリューム、贈答用だと同じ量で1万4000円以上するんですが、半額以下の消費税込み6980円、お得なんですけれども、さらにお得な倍の2キロセットは消費税込み1万1800円です。2キロで。そうなんですよ、1キロで買うよりも2000円以上お得なので、2キロセット本当に人気ですごいです。やっぱりまとめ買い、はい、お得ですね。そうだね。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 です、多くの明太子メーカー、こう味付けのみを自社で行って原料ってこう別の業者から買い付けていることって結構多いですけど、金福さんは原料の調達、明太子への加工熟成まで一貫して自社管理してるんですよ。だからこそ本場博多で50年愛される味、品質に仕上がってます。賞味期間冷凍でおよそ3ヶ月持ちますし、化粧箱に入ってますので、贈り物にしても喜ばれると思います。正直丸かじりしちゃってます。丸かじりしちゃってます。憧れじゃないですか、まあ、なかなかできないですよね。なんか分かるよ、言わずにはいらなくて。いや、もうすごいね。ごめんなさい、結構あのでも今日してきたんですよ。あ、してきたんですね。 あ、はい、ありがとうございます。本当にお米とかもすごいカミングアウトだった。すいません、言わずにいらなくて。すごいよ。幸せじゃないですか、こんなでっかい。もうなかなかできないですよ、本当に。もうカネックのこの明太子じゃないと味わえませんし、大ぶりだからね。なんでこう丸かじりできるかっていうと、個包装になってますので、これ本当に嬉しいよ、冷凍庫でね。そうなんですよ、料理しようと思うんだよね。そう、一個ずつだからアレンジ効きますもんね。共同購入とかお裾分けの方も多いんですけど、何より嬉しいとお声いただくのが
が、あの冷凍庫の空いてるスペースにスススって入れられるので、はい、おすすめです、うん、さあ金福1本ずつ袋詰めした特大特上切れ明太子合計1キロ消費税込み6980円、2キロセット消費税込み11800円、さらにお買い得な4キロセット、そして初めての方向けのお試し500グラムセットもご用意しています。こちらぜひお電話でお問い合わせください。関東1都6県は送料込み、お届け返品などについてはお問い合わせセンターへ。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 までぜひどうぞ。前島加納アナウンサーでした。ありがとうございます。より大切なお知らせです。建設現場や工場でアスベスト、石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があります。対象は大工だけでなく内装、電気工、吹き付け工、左官、配管工、解体工、現場監督など。またアスベストの製造工場のみならず医薬品、化粧品、プラスチック、ゴム、ガラス、セメント、繊維の工場など、さらに現場や工場に出入りしていた方、運搬していた方も可能性がありますよ。特に中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方、または労災保険を受けた方や石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。例えばお父さんが建設現場や工場で働いていて肺の病気でお亡くなりの場合、奥様やお子様が賠償金、給付金を受け取れる可能性があります。救済をまだ受けていない方は、大体の職歴と病状が分かれば、いくらもらえるのか、無料で確認できますので、お電話を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。おかげさまで開局70周年、笑顔に。です。毎週火曜日から金曜日夕方5時30分からお送りしている20分番組、伊集院光の種。我々がたっぷりご用意した様々な話の種を一緒に育てましょう。伊集院光の種は今日夕方5時30分。アナさん、花粉症大丈夫ですか？前よりは大丈夫。あれ？多分劇団スティックのミュージカルの真っ最中だから抜けてないんじゃないですか？さっきまで普通に喋ってたけどね。やっぱ棒読みでミュージカルってどうなるか心配ですね。心配ないさ。ライオンキングじゃねえか。羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショー。はい、花粉は大丈夫。花粉は、ね、大丈夫ですか？大丈夫でさ大丈夫でさミュージカルってそんなとこ聞いたことない訛り方になっちゃった。ミュージカルあんまり知らないですけど、うん、そんな、なんかね、うん、そんなんじゃないです、難しいんだよ、ね、さあ、備えレシピショーのコーナーです。このコーナーでは防災と食をテーマに、羽衣フーズの商品や誰でも簡単にできるレシピを紹介していきます。コーナーにお付き合いいただくのは、管理栄養士で防災士の資格をお持ちの今泉舞子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日は今泉さんにローリングストックにおすすめな羽衣フーズの商品をご紹介していただきます。今日は何でしょうか？はい、今日ご紹介するのは羽衣フーズさんののり弁慶ふりかけです。お、以前もご紹介したことあるんですけれども、こののり弁慶ふりかけはご飯にふりかけるだけで、簡単にのり弁風ご飯を作ることができて、お箸でのりを切る時の切りにくさが、この大変なこのベロッとするのが解消されるため、ね、とっても食べやすいです、うん、ふりかけるだけなので簡単で時短にもなります。いつでもどこでも食べたいときに自分の好みに合わせてのり弁を楽しめる新商品、うん、のり弁系ふりかけミニパック、2月に発売されました、うん、3グラムの小袋が3パック入った便利なサイズで、いつでもフレッシュなパリパリ食感を楽しめます、うん、小袋だとお弁当にも持っていきやすいですよ ね、 ね、今日はのり弁系ふりかけミニパックと、うん、そして2月に発売した新商品、うん、のり弁系ふりかけ梅ご用意しました。食べ比べてみてください。やっぱりね、昔からこのあるこの味、うんうん、美味しいですよ ね、 すよね。まずあの一番ののり弁系ふりかけから召し上がってください、うんうん、そして次にのり弁系ふりかけ梅、うん、ちょっと待ってください、夏さん、はい梅も食べますよ。え、まずのり弁慶ふりかけ。そうです、そうです、そうです、ね。のり弁慶を召し上がってください。すごい香ばしい。うん。あ、梅おいしい。あ、もう梅いっちゃいましたね。うん、そして2番は梅です。じゃあ梅もいきますね。はい、梅も召し上がってください。
あ、梅美味しいね。梅美味しいですね。なぜかなちさんご飯が進みますね。持参したご飯にたっぷり、うん、ちょっと食べそびれて美味しそう。タイミングがなんか、うん、あとっても美味しそう。美味しいですよね。美味しい、はい、ぜひのり弁慶ふりかけも、のり弁慶ふりかけ梅もめちゃくちゃうまいな。本当に美味しいです。おすすめです、うん、ぜひ召し上がってください、うん、あの今日で、うん、あの4月3日に発生した台湾地震から1週間になりました、はい、うん、皆さんもご存知ですか、うん、地震発生から4時間で避難所が作られたり、避難所の中にテントが用意されてプライバシーが配慮されていたり、うん、子どもの遊び場やマッサージなどがすぐに開設されたんですね。ですっごいと思ったんです、うんうん、でこれは官民の事前の連携のおかげだそうです、うん、で大規模な地震にしては犠牲者の数が比較的少ない、うんうんうん、これは25年前の1999年に台湾中部で発生したマグニチュード 7.6 の地震以来、台湾が官民を挙げて震災に備えてきたことが犠牲者数の少なさにつながったと言われています。政府が学校や病院の耐震性を強化して耐震化のために助成金出してきたそうです。で日本なんですけれども、能登半島地震では住宅の老朽化や耐震化の遅れなどが被害拡大を招いたと言われています。命を守るためには建物の耐震化が重要です。自治体によって耐震診断や補助金ありますので、各自治体に確認してみてください。そして2016年4月14日と16日に熊本地震発生して、うんうんうん、今年で8年になるんですけれども、うん、あっという間でしたね。でこの南阿蘇村には学生用のアパートが約30棟あり、熊本地震で約7棟が倒壊して、うん、学生3人がそれぞれ別のアパートの下敷きになりお亡くなりになりました、この春から一人暮らしを始めた方いらっしゃると思います、うん、県民の方でもいらっしゃると思うんですね、うんうん、この地域のハザードマップ確認をして、避難場所も確認してください、うん、大規模火災が起きた時は広域避難場所に行くことになります。そして家族と連絡が取れるように安否確認の方法を決めて連絡先をメモしてください、うん、そして家の中安全ですか。一人暮らしの場合、地震で家具が倒れて下敷きになっても誰にも気づいてもらえない可能性があります。はい、家具の転倒、落下、移動防止対策をすることが大事です。そして水、食べ物、明かり、携帯トイレなどの備えも忘れずにお願いします。災害が起こった時、自分で自分の身を守れるように備えてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。来週以降もストック食を美味しく食べられるレシピを今泉さんにご紹介していただきますので、よろしくお願いします。そして番組特設ページでは、羽衣フーズのシーチキンが入ったシーチキンストッカーボックスのプレゼントもしています。応募フォームがありますので、そちらからご応募ください。また備えレシピを作ってみましたというメールもお待ちしています。受付メールアドレスは rs@1242.com、 件名に備えレシピ賞と書いて送ってください。お送りいただいた方の中から1名様に3000円分のクオカードを差し上げます。今泉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、アグロモフーズプレゼント。あらげてくれるのは普段のお料理なのかもしれません。いつもの食材を多めに買って使った分だけ買い足すローリングストックが注目されています。羽衣フーズはシーチキン、シャキットコーン、ポポロスパなどローリングストックに役立つ商品を取り揃えています。食べながら備える暮らし、始めませんか。食べる、買い足す、備える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 。普段よく使う食材を多めに買っておいて、食べた分だけ買い足すことをローリングストックと言います。シーチキン L、 シャキットコーン、朝からフルーツ、ポポロスパ、パパッとライス、羽衣フーズの商品でローリングストック始めませんか。羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショー、この時間は羽衣フーズがお送りしました。時刻は2時53分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースですか、畑中さん、お願いします。はい、お伝えします。昨夜遅く、兵庫県高砂市の河川敷に止められた車の中で、10歳ぐらいの男の子と3歳ぐらいの女の子が倒れているのが見つかり、いずれも死亡が確認されました。発見の5分ほど前に27歳の母親から子供が死んだという内容の通報があり、警察は母親が無理心中を図った可能性があるとみていきさつを調べています。
母親は車の運転席で手首の傷から血を流し、意識が朦朧としていました。車席の中央合同庁舎6号館近くにある法務省と書かれた石の看板にスプレーを吹きかけたとして、警視庁は器物損壊の疑いで40代の男を逮捕しました。男は昨日警察に出頭し、その日に逮捕されています。犯行時刻とみられる今月の3日未明、防犯カメラの映像にパーカーのような服を着た人物が看板にスプレーを吹きかける様子が映っていました。看板は字が見えない中西部ミシガン州の高校で2021年11月、当時15歳の少年が拳銃を乱射して生徒4人を殺害した事件で、ミシガン州の地方裁判所が9日、過失致死の罪で少年の両親にそれぞれ禁錮10年以上を言い渡しました。AP 通信によりますと、アメリカの学校での乱射事件に実行犯の親が有罪となる初めてのケースとなりました。地裁の判事は、両親には少年の犯行を食い止める機会が何回かあったと指摘し、子育ての問題ではない、身の毛がよだつような出来事を無視したが、最も売りたい本を選ぶ2024年度本屋大賞の大賞に、宮島美奈さんの成瀬は天下を取りに行くが決まりました。この作品は滋賀県大津市に暮らす真面目で図抜けた行動力のあるヒロイン、成瀬あかりの中高生時代を描く青春小説です。続編の成瀬は信じた道を行くを合わせたシリーズの累計発行部数は電子版を含めて58万部に上ります。おしまいは、レギュラーガソリンの全国平均小売価格がおとといの時点で1リットル当たり175円ちょうどとなりました。経済産業省が発表したもので、前の週より40銭高く3週連続で値上がりしています。この時間のニュースは以上です。畑中さん、ありがとうございました。あつらじ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。今日はパチンコ&スロットアミューズ、次もその次もアパホテル、他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します。日本放送ショーアップナイターは今日日本放送 The Radio横浜市のはじめちゃんです、はい、でまさかボスシュートが草野さんのアイデアから生まれたものだとは思いませんでした、ね、肉体も頑丈で記憶力や柔軟な発想もすごい、人類最強は草野さんで決まりでいいと思います。本当ですね、いやすごいですよね。 あれは3回目の放送の時でってもうすぐもう全部多分覚えてる入ってるんでしょうね。スラスラとこれも話されるのもすごいし、すごいです、ね、軽いダンベルで今やってますって言ってるけど、何キロ一体何キロでやってんだろう。多分めちゃくちゃ重いと思うよ。20キロぐらい片手でやってるんじゃないですか。だいぶ軽くしましたけどねって言ってたけど、やっぱ生で見るとやっぱ体格がすごいよね。やっぱり ね、厚みがあるでしょ。すごいですよね。やっぱり胸筋とかすごいですよね。鍛えてますからね。と。笑うタイミングが 0.1 コンマ早いよね、一人で。あってそれ俺好きな草野さんの反応がいいって反応がいい、読めちゃうんですよね、多分もう俺のボケとか読んでんのかな、はい、頭がこうやっぱり良いじゃないですか、それがすごいよね。そうだね、まあ、だから絶対 J コムぐらいボワさすがだな、気に笑ってるってもすごい、すごいよね。どうも、さやかです。Spotify で何聞いてる？俺はポッドキャストかな。あー、俺は音楽が多いね。揃えた方がええな。は？いや、コンビはスーツ揃えたりするもんやから、Spotify でどっちをよく聞いてるかも揃えた方がええやろ。そんなん揃える必要ないやろ。嫌やで。俺はポッドキャスト聞き続けるで。じゃあ、俺もポッドキャストにするわ。あ、合わせてくれるんや。音楽もポッドキャストも無料で楽しめる。Spotify。ベリーベスト法律事務所より、B 型肝炎の方へ、最大3006年から、昭和63年生まれの方。小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、実はこれらの対象者の約5人に4人が給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。
自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので確認はとても大事。請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。お電話は 0120-70-7000 番 第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。今日はボロネーゼ。長谷園の新商品パキッと、袋の中にはパスタソースが入ってる。これにパスタの乾麺をパキッと2つに折って入れちゃいます。あとはレンジで本格パスタの出来上がり。鍋なし手間なし。この作り方感動級。はですね、任期あと1年ぐらい残して辞めるけれども、トータルの退職金は1億円以上です。新保二郎ズームそこまで言うかは今日午後3時半から。発言がどうのこうのもありますけども、それ以上にちょっと日本の地方自治ってこのままでいいのかと。この知事がいろんなことしますプリーダイヤモンドだね。マヨネーズを出す音がプリーと聞こえた人一倍音に敏感な私アンドーナツのようにリスナーの皆さんが日常生活で耳にする音がどんな風に聞こえたのかを文字にして送っていただき、ナイツのお二人に何の音か当てていただくコーナーです、はい、今週もいろんな音が届いています。紹介します。はい、はい、いきなりすごい出たよね。ジュワーってなんか蒸気みたいなのが出たよね。炭酸、あれかな、その入れ歯のポリデントみたいなやつ。ノットプリー。なんかコーヒーメーカーで最後なんか最初ジュワーって蒸気が出て、その後ここってこう少しずつドリップしていく音。蒸気っぽい。ノットプリー。蒸気っぽくない。でもじゃあ八王子しんべヱさんの擬音言いますね。ズッチョピュー、ポコンポコンポコン。ズッチョピュー、ズッチョピュー、ポコンポコンポコン。ポコンが分からん。なんだ？ピューっていうか液体系ですよね。液体系ですよね。まあそうですね。ってことはキッチン周りだ。まあ。まあ人ん家によりますかね。人ん家による。スプリング、やってなかった。まだ。じゃあ聞いてみましょう、あのタンクのね、タンク変えた時じゃなくて、空気が入ってボコンボコンっていうじゃないですか。そんなに聞こえるやつと聞こえないやつあるんだ。それじゃそうだな。ウォーターサーバーのあれに、機種によるよな。機種によりますけど、なんとなくね。まあ、だから水を注いだ後にね、はい、ポコってね、出てくる。はい、花輪さん。あの、赤いやつがさ、本当にあの、はい、お湯の方。スライドさせてるやつがさ、わかんない時さ、ぶっ壊しそうになるよね。思いっきりひねって。複雑な時あるよね。まあ、お湯が簡単にね、出ないようにしてんだろうけど。そうですね。花輪さん、正解ということで、等しく人形2つですね。勝手に。勝手にやっていいの？カズレーザー出てただけで。最終回出たけど。はい、じゃあ続いて、海風さんです。うん、はい、じゃあ私、ノットプリー。なんか、滑る音みたいにね、ちょっと聞こえるけど、ズサッ。ツッツッツッツロー、トトトロー、トトトロー。ツッツッツーがポイントだと思うんだよね、やっぱりそれ。外だね、外っぽい。外っぽい。いやー、そうじゃないの？室内 9.5。0.5 外ですね。ああ、それぐらいの割合で、うん、たまにそういう微妙な、本当にたまに外がある、ね、いるんじゃないですかね、そういうの。なんだ、本当、まあ、ツザーツザーツッツッ、なんだろう、なんか子供とかが遊ぶ系ですか。お、そうです。そうですよね。そうです。ツザーツッツッ、絶対やったことあります。自分が子供の頃に、いや今の大人でも、大人でもある。まあ子供の方が多いと思いますけど、ほぼ100ですよね、きっと。これやってるのほぼ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 100、ほぼほぼ、ああ